はい、どうも。はい、こんにちは。5月30日火曜日、AWニュースウィークリー深川です。今日のコメンテーターは、城西国際大学大学院国際アドミニストレーション研究科客員教授の鈴木貴博さんです。鈴木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、日本国の経営診断をやりますが、はい、その前に寸評をいろいろやってもらいたいな。まず北朝鮮のミサイル問題。北朝鮮はもうほとんど毎週ぐらいミサイルが上げられて、ね、しかもなんかこう今まで言っていた以上に一回一回にこう、うん、なんていうんですかね、うん、あの技術的な進歩が見えるようなミサイル、ね、わざわざそれを多分こう考えながら北朝鮮はやってるんだと思うんですけども、うんうんうん、そういう意味では非常にこう緊張が高まってますよね。そうですよね。だけどなんかね、あれって要するに外に向けてそのなんかプロパガンダとか見せてるっていうのを恣意行為してるっていうのもあるんだけど、それ以上に多分北朝鮮の国内 の、うんうん、あの国民というか、うん、あれに向けての部分がかなり強いのかなと。要するに、うん、まあ今の政権はこれだけ力があって、うんうんうん、あのなんていうんですかね、あのお前たち逆らえないぞっていう部分を出してるのかなというふうに思うんですよね、うんうん、だからそういう意味で の国内的なプロパガンダの方が意味が強いのかなというふうに思うんですよね。あのだって対外的にそんなに過激にやれば、それこそアメリカや何かが、まあ、場合によっては中国も、まあ、今の、ね、トップをね、場合によってはこうクーデター的なってことを考えられちゃうかもしれないじゃないですか。でもそれ以上にやっぱり国内的に、まあまあ、本人のメンタルな部分もあるのかもしれないですけれども、そういうのも含めてやっぱり強いところをこう見せたいというあれが現れてるのかなっていうふうにすごく思うんですけどね。そうそうね。であとまあもう一つあのちょっと全世界的な考え方をすると、あの核開発してミサイル持ってれば、あの列強があまり大国がガタガタ言わないってことが起こり得ますよね、今後ね。このまんまなんか普通に終わったりとかして、まあ、今までもだからパキスタンとかいくつかの国がそんなに大きくない国で核を持とうっていうのはそういうような多分意味があったと思うんですよね、うんうんうん、あとイランが持ちたいですよね、はいはい、だから本当にそういうなんか根本的な問題になんか言ってるような気がするんですよね、僕ね。まあ、だからそういう意味ではものすごいやっぱバーゲニングパワーってやっぱり北朝鮮ってすごいんですよね。やっぱりある意味ではこれ大したものを持ってなくてもそれをこう何倍にも見せられる能力っていうのはそういうことね、すごいかなってやっぱ思いますよね。だこのままで僕は本当に終わらせちゃいけないような気がするんですけどね。だって考えてみてください。この間あの G7 をサミットやってたわけですよね、はい、いや今やってるのか、はい、やってる中でもだって北朝鮮の話題とかになるわけですよね。そうそうそう、国の大きさから考えればああいう中でそんなに考えられるトピックじゃないはずですよね。そうです、うん、ところがやっぱり核の問題とか、うん、やっぱりあの、まあ、ミサイルのあれでこう、うんね、周辺国に対するこう脅威があるからああいうところの議論がされてるわけですよね、うんうん、ね、そういう意味では非常に、なんですかね、ある意味では北朝鮮の、うん、まあ、思うつぼにはまってるのかなという気がしなくないですけど。ああ、なるほどね。じゃあ次、家計問題。家計問題は、はい、元文部次官の前川さんの件で、うん、相変わらず、うん、国会ジャーナリズム、うん、まあ、行政も巻き込んでですね、すごいよね。しかもあのフェイスブックやなんかでもいろいろな議論が叩かされてますね。でまあ前川さんは非常にこう英雄扱いにする人もいれば、あいつは要するにこう秘密を守ってない、要するに自分の 業務の秘密を守ってないわけだから、あのそういう意味でのですね、公務員の風上にも置けないっていうようなことを言うような人もいるんで、で割とこういろいろネット上を見てるとですね、やっぱり元公務員だったような人は前川さんに対する批判が強いのかなという気が非常に思いますね。なるほどね。あ、さっきの北は独立独歩のあっぱれな国やで、あっぱれとは言いたくないですが、なんかバーゲニングのだからこう見せる力はすごいなと。でさ、俺日本の集団的自衛権がね、その安保法制とかであれなあるんだけれども、僕ね、防衛の仕組みを日本はもっとちゃんと打ち出した方がいいような気がするんだけど、ね、それどこに対してですか。世界に対して、うん、要するに憲法9条があって、まず憲法9条を持ってるとあんま知らないですよ、世界の人って。それを持ってますと。で今回安倍さん会見で3条3項に、自衛隊を明記しましょう。だそれは僕いいと思うんですよ。で自衛隊を持ってます。で日本は
こういうことで国を守りますってはっきり宣伝した方がいいような気がするんだよ。まあそれはやっぱりほら日本が戦争に相方で負けて、うんうん、そういうことを言いづらかった状況の中なので、うん、今まではなかなか言いづらかったと思うんですよ、うんうん、だから少なくとも冷戦構造が終わった中でですね、うんうん、まあアメリカ要するにこうまあ何ですかね、もともと日本がなぜ日米同盟とかがあるかっていうと、うん、あれは反共勢力に対する模範定だったと思うんですけども、少なくとも東西冷戦が終わった中で、うん、その部分っていうのはこうかなり意味をなさなくなってるので、うんうん、まあより独自に日本がきちんと自分の国を守れるようにしなくちゃいけないと思うんですよ、うんうんはい、そういう意味での、はい、あのお話ですよね。そうですそうです、それはどっかでクリアにすればいいとは思うんですが、うん、他方で多分国民の多くの人が考えているのは、うん、あのまあその深川さんの言ってるような意見は分かるんだけれども、うん、今の安倍政権が、うん本当にそれだけなのかなっていうような、その先なんか変なのなんかちょっとこう何て言うんですかね、信頼というかの部分のところが疑心暗鬼の部分があるのかなっていう気が、この共謀罪もそうですし集団的自衛権もそうですし、あとそれ以外のあの秘密保護法の問題とかいろいろ含めてですね、あるのかなっていう気はしなくはないんですけどね。でも安倍政権、安倍内閣支持率高いじゃないですか。支持率高いですね。特に若い人の支持率がすごい高いっていうのが今日の、ね某新聞にも出てたんですけれども、今まで少なくとも第一安倍政権の時にも支持率は若い世代はそんなに高くないんですが、はい、今回は、はい、あの20代とか、はい、あと今までは自民党の支持っていうのはどうしても、はい農林水産業だったり、はい、あと建設業だったりも多いんですが、意外と、はい要するにサラリーマンというか労働者の人の支持も安倍政権は非常に高いって言って、今までの自民党とちょっと違う状況が生まれてきてるらしいんですよね。そういう意味で非常にあの面白いというか、なんか興味深いデータがなんか出てるなという気がするんですけどね。20代が支持率高いというのはびっくりですよね。そうですね。ね、普通やっぱり、ね、ご存知のように政治って若い世代あまり関心がないのがまずあった上 で、はい、で高齢者になるとこう、ね、どうしてもね、はい、保守勢力に対する支持が高いんですが、はいまあ、安倍政権はそうじゃない数字がちょっと出てるというのはちょっと驚きなんですよね、まあ、一つはやっぱり経済がまあそこそこ良くてですね、はいまあ、就職率とかが良かったりですね、まあ給料が若干なりとも上がってるっていう中で、あのまあ前の政権の時のいろいろがありましたよね。経済が混乱したりですね、日本全体がぐちゃぐちゃしたような状況の中で、それよりは相対的にいいという、まあ多分なんていうんですかね、消極的選択としてのあれなのかなっていうのが今日のその先ほど言った新聞社が出してるですね、あのデータなんかも見てもですね、他に選択肢がないからとか、そういう結果として安倍政権に対する支持が出てるらしいんですよね。だってポスト安倍は不在ですもんね。自民党の中にもポスト安倍がないのと、あとこれも月並みですが、自民党に代わる政権交代できる野党が今の時点ではないという。民進党ね、なるほど。いっぱい来てますよ。国会のワイドショー化は勘弁してほしい、もっと議論すべきことを議論してほしい、まあ、特に予算委員会でね、ああいう家計問題とかをね、予算委員会だけでやるんだもん、ね、本来はあれは決算委員会とか、例えばそっちでやるべきまたですよね。そうね、はい、でも予算委員会っていうのは予算なので全部のまたに関係するのと、あとよくメディア、特に NHK 等々がテレビ放映をするんで、はいはい、議員の方々はやっぱりこうテレビに映ってこうパフォーマンスをしたい場所なんですよね。そういうものが全部重なった形で、ああいうね、どちらかというとスキャンダラスというか週刊誌ネタ的なことが議論されるっていうのは仕方ない部分もある一方で、本当にそれでいいのかなっていう、あの致し方なしの部分がありますね。はい、次。若年層は新聞テレビじゃなくてネットだからかな、若者はテレビ見ないから、うん、だからそうすると、まあ、特にネットを見る若者っていうのはどっちかというと、うん、いわゆるネット右翼的な傾向の情報が流れやすいですからね、うんうんうん、これも面白いね。安倍批判の人たちは若者の将来に無責任な議論をしているように見えるってことじゃないかな。
若者から見てね。あーなるほどね。要するに安倍さんに批判してるのは、うん、若者からしてみると俺たちが大人になったらそれは困るよなっていう。うん、なるほどね。あーそれは面白いですね、うん。民主党政権時代を暗黒時代のようにメディアも言ってるからねって確かに確かに。でも沸きましたけどね。え、何？当時は民主党が取った時、ああ2009年のね、9月の時にはね、うん、やっぱり日本も変わるんだなってみんな思ったと思うんですよね、うん、鳩山さんね、してあの時は支持率がそれこそ70とか、そうそうですよ、ね、80近くまでいってたんじゃないですかね、うん、まあでもそれが逆に言うと、うん、あの民主党の特には、うん、まあ鳩山さんらを埋めた人たちの、うん、こう何つうんですかね、浮き足立っちゃったことにもなったのかもしれないですよね、うんうん、そうですよね、だもうちょっと国民が冷静に政権交代した後もですね、うん、きちんと民主党政権に対して、うん、まあ、批判的というか、冷静にですね、うん、見ていくことが実は必要だったのかもしれないですね。そうですよね、俺鳩山さんって何回かインタビューさせてもらったことあるんですけど、はい、総理になってからはお会いしてないんですけど、まあ、そのメディアで報道されてるやつを見てるだけなんですけど、一回セーター着てさ、なんかニコニコ笑ってたじゃないですか。ああ、ありますね。俺あの人のあんなこと初めて見たんですよね、あんなとこ。僕もそうですか。あ、そうですか。昔私が出た会合の時なんかアルファショットみたいなの着てました。そうだね、ワイトなんか、俺の時はちゃんとしてたんだね、うん。野党はワイドショー用の素材を提供することしか考えてない。あ、なるほどね。やっぱみんなやっぱってね、高齢者は増税で若者の首を絞めておいて次世代のためとか言ってるから。まあね、あ、まあ今日のそれは議論にも関係する話ですからね、はい、ぜひまた。そうですね、今日はその辺が出てますからね、じゃ次、共謀罪。共謀罪も、うん、まあなんていうかな、まあ、あのこれは個人的に言うと、うん、テロのもに対する対策の法律とかなんかは、うん、私もは必要だと思うんですよね、うん、やはり、うん、特に今のような状況の中です、うん、国際的な、うんうん、ただやはり先ほども申し上げたように、うん、あの安倍政権に対する若干のこう、うん、なんていうんですかね、あの不安感というか、うんうんうん、本当に信頼していいのかなっていうような気持ちが国民の奥にあるがゆえにですね、うんうん、その状況のコンテクストの中で、うん、こう共謀罪が出たり集団的自衛権が出たり、うん、あの先ほども言ったあの情報、あ、秘密情報保護法の問題とか出てくると、うん、いいのかなっていう、多分なんていうんですかね、不安があるのかなっていうのは私はすごく思うんですよね、うん、でほら国連のさ、あ、出てたやつですね、国連報告者ね、それは違反、ね、人権問題やなんかの、そうそうそう、あれだから、うん、あれですね、深刻な欠陥のある法案を拙速に押し通すことは絶対に正当化できないと主張したらしいんですよ、そうですね、まあ、それに対して菅官房長官は、うん、まあ、そう、まあ、なんていうそういう意見はありましたねっていうぐらいでも、うん、なんていうかあしらったっていう感じですよね。だからなんかこういうのを見てるとさ、なんかあの、あ、なんかその鈴木さんが思うように安倍 政権への不信というか、共謀罪必要なのは分かるんだけど、これなんか他のことに利用したりしませんかとか少し思っちゃうってことですよね。ですよね。それとまあ先ほどのね、うん、あの加計学園の問題なんかで、うん、あのまあ、前川さんがいいかどうかという議論もいろいろあると思うんですが、うん、前川の前時 間, 時間がね、はい、だけどあれに関して前川さんあれだけ明確に実際にあった文書だと言ってる一方で、菅さんは相変わらずあれは怪文書とか関係ないとか単に彼が言ってるだけだって言ってるような対応をしちゃうこと自体がちょっとなんかね、信頼的にするのが非常に難しいかなっていう、もうちょっと対応の仕方があるのかなと思うんですよね。それでなんかほら、そのテレビのねコメンテーターの人が言うには、あの国会に、あ、証人喚問をして彼に喋らせる機会を与える方がダメだとか言ってるんですよね。まあ、それは安倍さんと一緒ですよね。すごいよねそれ。まあ微妙ですけどねそこはね。だって喋るとこいっぱいあるじゃないですか。で結局他で喋られるんだったら国会でちゃんとやった方がいいんですよ。だからそれは前のあれの時そうだったじゃないですか。森友学園の、うんうん、だからって話させたわけじゃないですか、うん、そうそうそう、参考人じゃなくて証人にして
あのもし嘘を言えば罰則を受けるっていう形にしたわけですよね。だから、まあ、まさにだからこうなんていうんですかね、政治的な駆け引きで、うん、その証人とか参考人に呼ぶとか呼ばないっていうことがやっぱりなっちゃってるわけですよね、うん、そうそうそう、本来国民はそういうこととは別に、そうあの本当のことを知りたいんですよ。 そう知る権利がある、それはあの安倍さんが完全に間違ってるとか、うん、なんかあの前川さんが正しいとかっていうことじゃなくて、うんうんうん、真実を知りたいのが多分国民 の、 あの望んでることだと思うんですけど、 それに対してはちゃんと必ずしも答えようとしてない現状もあるし、また野党もそういうものを非常にこう政治的に使ってこう引き出そうとしてるところに、なんとなくこう、うんうん、なんていうんですかね、やっぱり政治全体に対する、うん、信頼感がいまいちないじゃないですかね、うん、だからそれはだから繰り返しになるけど、さっき安倍政権のことだけ言いましたけど、うん、安倍政権だけじゃなくて、野党も、うんうん、そうなんていうか本当のね、日本のためにそういうような、うん、あの真実を引き出すようなことをやってないんじゃないかなっていうような、うん、あのこう不信感がどっかにあるのかなっていう気がするんですよ。だからそれが結果としてですね、先ほど安倍政権の支持率の話とかしましたけども、結局あの民進党も含めて野党の支持率が全然上がらないじゃないですか、いくら安倍さんがいろいろ言われても、そういうところにつながってるんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、でね、この番組でもトックの話はよく取り上げるんですよ、はいはい、で今回もトックが利用されたかのような雰囲気が出てるじゃないですか。そうです ね、 ね、でそれをね、俺明らかにしてね、あの、まあ、あれ微妙ですよね。だから、うん、あのいろいろな議論があって、うん、まあ、官邸のトップレベルが言ってるっていうのも、うん、多分特的にも言えちゃうので特、うんね、はやっぱり進めなくちゃいけない部分もあるんですよ、うんうん、ただその特を進めていく上で、うん、個人のバイアスとか、うん、個人のなんかこう利益だけを押し通すようなことだけはあっちゃいけないわけなので、そこら辺が2つうまく切り分けた上で議論しないといけないことなんだけど、 そこがぐちゃぐちゃになっちゃってるので、うん、何でもトップが悪いわけじゃないってことはまず理解した上で、うんうん、で、ね、トップってよく見えないからもっとオープンにして、これちょうどいい機会だから俺やってほしいんですよねオープンにするの。俺そうですね、非常に難しいところですけどね、うん、あの、はい、いろいろなこう政治でそういうな、あのいろいろな会合とかもやっても、うん、公になってる部分っていうのはある意味でこう作ってる部分があるじゃないですか、うん、してうまくこう流れていくように誘導しながらやっていくので、うんうん、あのしてその以外のところでもいろんなこう動きがあって、うんうん、そう政策とか政治決定ってされていくんですよね、うんうん、でも全部出せるかちょっと多分なかなか難しいところもある一方で、深川さんのような今全部出してもらって、うん、まあ、国民が納得できるようなやっぱりこうプロセスというか、うん、あの機会を作らなくちゃいけないっていうのも民進の中では重要なポイントなので、うん、その両方のこう二律背反的なところをね、そうそう、どうやってやっていくかっていう問題ですよね。それもだから実は、うん、まあ、今日のまさに本題である、うん、後で出てくる日本国の経営診断のやっぱり問題にも全くかかってくる話だと思うんですよね、うん、そうそうね、うん、ちょっと待って安井さん、はい、いっぱいね来ちゃってるんですよ。ですね、久保町民さんが来ました。鈴木先生、深川さん、富田君、こんにちは。こんにちは。よ、久保町民さんってなんか声かけてる人がいる。でも民主党政権が続いていたとしても同じ法案が出てたはずだよ。その可能性ありますよ。うん。共謀罪って皆さんしっかり理解してるのかな。自分はあまりよく分かってません。共謀罪多分いろんなところで出てるんで読んだ方がいいですよね。僕法案読みましたよ一応。これか。メディアは資本家のプロパガンダを受け負っているんだから生温かく見守ってくださいわははと。まあ月並みな話ですけど、メディアもね CM とか広告をもらった上で運営されてるわけですからね、そういう中であのいろいろなニュースが歪められてるようなことも現実にありますからね、それも理解した上でね、やっぱりそれメディアリテラシーっていうんだと思うんですけど、はい、これも面白い。波防法ですらオウムに適用できなかったのを見ると、共謀罪でも共謀罪も運用できるのかどうか、うんうん、民進党が真正面からテロ等準備罪に向き合って修正をかけていればもっとマシな法案にできたはずなんだよね。なるほど、前川某は、前川さんはでいいですよね、天下り違反、守秘義務違反、
売春でスリーアウトですよキャバクラとかなんかの話ですよね、うん。前川氏が天下りで騒がれてた頃に出会い系バー情報が出てたら野党もメディアもこぞって叩いていたはずなんだよね、うん。野党がだらしない、これ言ってればセーフ。なるほど。ああこれか、日本獣医師会が影響を与えたって話はあまりメディアで取り上げられない。いや出てますよ、たまに、うん、はい、結局だから何て言うんですかね、あのいくつか、うん、京都産業大と家計が出してきたやつにもすごく反対してて潰そうとしてると、うん、だからそういう問題とも実は関係しちゃうから難しいんですよ、うん、これを潰しちゃうと、ね、逆に言うとそれを受け入れることになっちゃうの で、それであの玉木さんかなんか質問したいことに対してお前はその獣医師会の味方なのかっていうような議論が出ちゃったり、なんか非常にこう錯綜しちゃうんですよね、議論が。確かになんかこう変えようとすることは重要だけども、その変えることに対してそれがまあこのたまたま今回の事件というのは安倍さんのいろいろなことも絡んでるのか絡んでないのか分からなかったり、そのあのトックっていうもの自体のあれがあったりして、してそれをこう変えないっていうことはまさに既得権益みたいなものを守る図式になっちゃうから、非常に判断のあれが難しいですよね。それがこう平行的に並んでる、うん、あの問題じゃないですか今回のって、うん、そうすごいよねこれ。ただでも絶対言えることは、うん、新しく変えることも必要だし、うん、特区を使って新しい仕組みを生み出すことも重要なんだけど、その時に、うん、多分特定の利益とか、うんうん、特定の、うん、あの人とかなんかの影響だけを受けて結論がもし出たなら、それはやっぱり許すべきことではないっていうのだけは事実なんですよ。だからそこのその特定っていうのは何なのかとか、どういう形でどうなったかっていう部分が非常に、特にこういう政治の裏っていうか、あの何て言うんですかね、公の会合で決まってることでもない部分がいっぱいあるので。そうですね、そこはもうなんていうかな、うん、いや僕はねロビー活動を実はあまり否定はしていないんですよ、僕はね、はい、だからその獣医学会が例えば国会のその、 あの場で国会議員に陳情しに行って、で国会議員は分かりました、その理念私も賛成ですから国会でそれはやりましょうって言うならば OK なんだけど、だから、うんうん、その獣医師会やなんかが確かにもうね、うん、今のベッド数やなんかを含めて、うん、その増やさない方がいいっていう判断もありと思うんですけども、少なくともできるだけオープンのところでそういう意見と、そうじゃない新しいものを作った方がいいけどっていうのがこういろいろ議論し合ったり、あと場合によってはまああの前川さんはデータなんかが出てこなかった、あの農林水産省とかいろんなところ情報が出てこなかった、文科省かとから出てこなかったっていう話も言ってたけど、そういうのも出した上でやっぱり議論しないとまあこういうことはできないので、やっぱりできるだけ可能な限り客観的な、うん、データとか議論に基づきながら、うん、して最終的な部分は、うん、やっぱり政治判断なので、うん、なんとも言えないんですけども、結論を出してもらうしか、うん、民主主義ってないんですよ。して前も言ったかもしれないですけど、うん、民主主義って多分正義が一個じゃないので、うん、そうなんだよね、いっぱいあるんですよ正義が、うん、その中でどういうふうにするかっていう話なので、うんうん、だから様々な制約の中でこう新しい方向性とかを出すのが政治なので、誰 100% の全ての人が賛成っていうことも多分難しいんだと思うんですよ。そうですよね。ただまあその時に例えば今言ったデータであったり議論であったり、あとプロセスをちゃんと織り込んで、まあ賛成はしなくても、まあそのこれだけ議論をしてこういうふうにやったんだから納得するかっていうような道筋は多分民主主義のところで一番重要なポイントなのかなっていうふうに私は思うんですけどね。納得してないですね。いや違う違う、どんどん読まないといっぱい来ちゃう、30分経ってるから。ああなるほど。そう、民主党時代に低迷、あなんだこれ、ちょっと待ってくださいね。あ、民主党時代に推進されたことで自民党が攻められてる不思議、そういうのもあります。逆もありましたけどね、うん、例えば福島原発事故だってもともとはまあ自民党が原発やってたのに、ああいう事故が民主党政権の時になって民主党が攻められたわけですよね。そうそう、でも政権を取るってそういうことなんですね。そういうことなんですよね、まあ、過去の言葉で責任取らないといけないですよね、自民党も民進党も同じ穴の無地なでマッチポンプやってる説もあるしな。
いや不正な金銭の授受があったかどうかでしょうって。いやまあもし授受があってもそれって証拠ってどうするんですかね、よくわかんないですけど。だって銀行口座に振り込まないでしょ。そう、あとこれもあるよ。えそんなさ、どれだけ橋本さんだっけ、橋本さん1億円もらったんですよね、料亭 で、ええ、で、はいはい、それもらって、ええ、そこで領収書から書いたからしたんでしょ。普通ありえないですよ、ね、絶対ありえないですよ、ね、ありえないです、政治家に陳情できなくなったら国は機能しなくなるもんね。そうなんですよ。だから陳情ってそのね、やっぱり必要なんですよね、ある意味のね、情報を伝えるってことだからね、うんうんうん、なるか、なるほど、情報を伝えることだから、そうして現場の声を聞いてもらうっていう作業なので、あの否定はできないんですよ。あれは民主主義の中の多分重要なプロセスなんですよね、うん、そうなんですよ、陳情はね、はい、なんだっけこれ、米国を見ていると悲しくなるというか心配になってきます。あの人たちはどこへ行き着くのだろうかと。さすがプーチン、的確に言い当ててるわ。プーチンが笑ってるのが来ますね。それからですね、福一ね、福島第一原発だと思うんですけど、震災前に停止されているはずが民進党政権が稼働延長したのでは。なるほどね、うん、それからアメバの方はアメバの方は来てないですね。あ、はい、それと鈴木さんがどうしても言いたいもう一つ。あ、それはですね、はい、あの高知県の大川村というところでの動きなんですけれども、はい、実はここはあのですね、2015年 の、はい、あの村議選で定員6名を超える立候補者がいなくて、まあ、現職6人が無投票で当選したんですけれども、まあ、このようにですね、あの人口が減って議員のなり手が不足する事態が、うん、あの起こってきているので、うん、今後その場合によってはですね、町村総会という、うん、まあ、まさに住民による直接民主的な手続きを取るようなことを議論しようということになっているらしいです。村議会やめて、そう、村議会をやめて住民だけが集まって議論するようなことを考えているというか、まあ、そういう議論が始まったと。でちなみにですね、あの総務省によると1950年代に東京都の、旧宇津木村という今の、八丈町というところがあるらしいんですが、そこに町村総会が設置された例があるんだけど、今はないと。ただただですよ、日本全国で人口が1000人未満の自治体っていうのはこの大川村を含めて全国で28あるそうなので、今後そういう村がですね、やっぱり議員のなり手がいなくて、こういうような町村総会っていうのが行われる可能性があります。ただただこういうところってのは基本的に多分過疎地で高齢化してると思うんですよ。ということは住民そのものがその総会に来られないとか、高齢でそういうことも起こり得るので、果たして機能するのかな。まあこれの僕は実は延長線上から言うとですね、例えばマンションの管理組合なんかも、やっぱりマンションも同じ人がずっと住んでると高齢化しちゃって、そういう管理組合の理事会とかを構成できなくなったりすることが実は起こってるんですよね、東京やなんかでも。なるほど、なるほど。それと一緒のことだと思うんですけれども、だからこう民主主義っていう仕組みはいいんだけれども、そこにいる住民がこ うまくこう自分の代表を選ぶなり、まあ自分が参加して回せることができなくなっちゃうような状況が、こういう少子高齢化の中で生まれてきてるじゃないかなというふうに思うんですよね。して特にこの高知県のですね、あの大川村っていうところは、あの村の予算が年21億円らしいんですが、実際の村の税収が 1.9 億円、10分の1以下なんですよ。だから要は補助金とか他の国とかなんかからお金が来てやってる自治体であって、ある意味のこう自立しないわけですよね。なるほど。そういうような問題が あったりですね。しかもさっき言ったような人口の問題とか、あの岡村はちなみにですね、人口400人だらしいんですけれども、あ、まあそういうような、で400人で予算審議とかするの、だからまあ、うん、いやいや、まだそこまで行ってなくて、今はまあとりあえず議会があって、そこでそのことをその直接民主制にした方がいいかどうかを議論しようということになってきているということです。してそれに対して、高市早苗総務大臣はですね、総務省としては相談があればこのようなことに関して適切に助言などをさせていただきたいと
言っているらしい。だから制度上はできるので、ただ制度上はあってもそれが機能するかどうかというのはまた別の問題なので。そういうことですよね。制度上あったのね、いやだからでもまあ今日のね後でお話しする日本国の経営診断の話とも一緒なんですけども、やっぱりこう民主主義社会の中でそこにおけるまあ予算の執行をどうするかだったり、あとまあその地域なり国 の、 あの政治的決定とか合意形成というのをどうするかとかね、そういうことがまさにこ の、 あの大川村というところでもですね非常に議論になって、まさにこういう問題がこれから日本全国で起きていく可能性があると、ね、消滅都市がいっぱいあってって言われてますもんね。そうです、そうです、そういうことですよ。だから割とこれは、まあ、そんなにものすごい大きな記事にはなってないんですが、うん、今の日本のですね、うん、特にこれからの日本の、うん、そのこういうなんていうか民主主義っていう統治の仕組みの上に乗った上での、うん、その地域運営とかなんかをどうするかっていうことで非常に重要な、特に民主主義とかして代表、うん、民主主義も含めてですけれども、どう考えるかっていう問題提起をしているのかなというふうに思うんですね。なるほど、来ましたですよ。ですね、遅刻さんは順調に遅刻中ああ、隣の市町村の合併したらダメなのかな、そういう考えもあるでしょうね、うん、だけど多分山とかに囲まれてると、うん、単に合併しても、うん、結局、うん、そのなんていうんですかね、うん、集まることが現実にできない可能性があったら、うんうん、合併して数だけ合わせてもですね、うん、うまくその議員が選ばれるかどうかということも含めですけども、うん、起こり得るのでそれほど簡単じゃないと思うんですよね。なるほど、自分のお金じゃないといろいろ緩くなるのかな、まあそういう問題もあるでしょうね、うん、フレッシュはないですね。なるほど、これ面白いですね。面白いじゃなくて重要な問題提起をしているので、ぜひ行ってください。行きたいな岡村、はい、ね、あの私の知り合いが取材に行ったりしてるので、はあ、して現地 の、はあ、あの村長とかですね、はあ、あと現地の若者にも取材してるらしいので、なるほど、ぜひこれはねちょっと取材したい、そういう意味では紹介できると思うので、ね、はい、はい、ということで、じゃあ、はい、番組を始めます。はい、番組で扱うニュースの全記事などを Facebook にアップしています、番組をご意見ご質問ありましたらこれなんかにもいただけるとフォローしてやってください。私と富田君が何をしてるかがいろいろ出てますんで逐一チェックしてください。そうそう、2人の危険人物が危険じゃないからはい、ということで富田君からお知らせがあります。はい、横浜フレッシュでご視聴中の皆さん、あ、ごめんなさい、ニコ生フレッシュでご視聴中の皆さん、番組を今後より多くの人に見ていただくために Facebook や Twitter での番組拡散をお願いいたします。生はニコ生とフレッシュで放送しますが、アーカイブは YouTube にも掲載しております。視聴者を増やすことを願っておりますので皆様ご協力よろしくお願いいたします。富田思うんだけどさ、はい、あのなんか Facebook ライブでも出せんじゃないの。うん、次回からやってみたいにします。そうしようよ、ね、そうしようよ、はいはい、で今日は、あ、それではこうコーナータイトルに行ってください。富さんお願いします。今日は杉さんが注目するニュースをずっと扱う注目ニュースは日本国の経営診断 PHP 総研の報告書から。はい、そうですね、あの政策シンクタンクの PHP 総研がですね、はい、今年の5月、まあ、今月ですね、検証報告書日本国の経営診断バブル崩壊以降の政治行財政改革の成果を解剖するという報告書を出したんですね。これですよね、これぐらいの、あの、ね、はい、なんかタイトルだけ読むと難しい、うん、あのタイトルで、まあ、内容もですねよくと読むとですねなかなかスカッとすごく分かるわけではないんですが、実は重要なテーマ、要するに日本のですね国の
経営というか運営というものがどうなってるか、それは財政も含めてしていろいろな、まあ、あの政治制度とかですね、あと公務員制度とかそういうものも含めてなんですけども、全体としてこう見てるっていう非常に重要なテーマを扱ってるのかなと。特にご存知だと思うんですけども、この20年30年弱ぐらいっていうのは、まさにこれ私の仕事人生ともかかるんですが、行財政改革の連続だったと思うんですよね。橋本内閣だけではなくて、それは小泉内閣も含めて、本当にですね、やっぱりバブル経済が崩壊した後ですね、特に、財政が日本は非常に厳しくなって、債権の問題とかああいうのがあってですね、さまざまな改革がやられてきたんです、そして今の第二次安倍政権というのがあるんですよね、だからそれをこう全部全体としてですね、総括しようというのが、その今回の先ほど深川さんが示したですね、PHP 総研が出した日本国の経営診断というあれなので、これに基づいて今日は皆さんといろんな議論をしていきたいなというふうに思ってますね。あとこの報告書がちょっとこうタイムリー、キャッチーと思うのは、日本という国をですね、経営という視点から考えてるんですよね。ただよくよく考えていただきたいのは、最近のですね、パブリックセクター、要するに公的なこのこととか、あとまあ民間企業なんかもそうなんですけれども、さまざまな問題が起こってきてると思うんですよ。例えば東芝が、これもレジュメいっちゃった方がいいんですか、どっちもいいですよ、はい、東芝さん、はい、2ページ目ですね、東芝の問題があったり、ほら家電の例えばシャープとかね、そういうところが外資に買われちゃったりことが起こったり、すごいことだよね。日本の家電って言ったらやっぱ世界中を席巻してた、あれがもう軒並みこう何て言うんですかね、負けに回っちゃってるような状況が起こってるわけじゃないですか。だからまあ先ほども出た東電なんかも、ああいう原発の問題等々が起こってですね、いろいろな問題を抱えているわけですよね、で、まあ、まさにそうやって経営問題ですよね、それから、まあ、月並みですがアメリカも、トランプさんが大統領になってですね、大統領を発令し、それに対して司法がそんな大統領、大統領は無効だって言われを出したりですね、あとまあ議会の方でまたいろいろ動いたりですね、しますし、あとイギリスは昨年のブリグジットの問題とかして、間もなく総選挙やりますよね。でフランスも、まあ、ものすごい右翼政党の方にはいかなかったんだけれども、かなり右翼政党が力を得て、しかも今までの既成政党からじゃない候補者が大統領に選ばれるとかですね、あとドイツも8月9月に総選挙があるので、まあ、難民とか移民の問題でかなり動いてる、揺れ動いてますよね、それからまあ北朝鮮は先ほど言ったように、まあこれは個人的な意見としては、やっぱり国内的にいろいろこう、今の政権が不安定であるがゆえに、まあメッセージとして強い、メッセージを発してるためにああいうミサイルを連続的に発射しているのがどう起こっているのかなとかね、まあ中国もいろいろまあこういう北朝鮮の問題とか、あとアメリカとの関係とかいろいろな中で、まあちょっとこうぐちゃぐちゃしてたりするようなことが起こってて、まさにですね、各国の、まあ、まさにガバナンスというか経営が、まあ、一つの問題になっているのかなと思ってて、そういう意味では繰り返しになりますが、公的セクター、パブリックセクターと民間企業を中心としたプライベートセクターの両方にわたってですね、まあ、経営っていう問題が今の日本と世界でのキーワードになってるのかなというふうに思ってて、でそういう意味での経営という観点からですね、先ほど申し上げたように日本のバブル経済以降の行財政改革と政治改革なんかをこう全体的に見て、それの改革が成果があったのかないのか、で今後じゃあそういうものを受けてどうしたらいいかっていうことを展望したのが、この PHP 総研の日本国の経営診断という報告書なので、ぜひそれをもとにですね、皆さんと議論をしていきたいなというふうに思ったんですね、で、まあ、レジュメの次のところ行ってほしいんですけれども、
基本的に民主主義っていうのはですね、うん、あの2つの大きな要素があって、うん、1つは政治的要請である民意、うん、まあ、だから世論なんかも含めてですね、うん、そういうものが重要なポイントですし、うん、でただそれだけで政権なり社会を回したり政治を回せるわけではなくて、うん、まあ、いろいろな政策的なですね専門性であったりというものは必要ですし、うん、その時に行政だけではなくてそれ以外のさまざまな専門集団だったり専門領域とかっていうものもこう加味しながらやっていかなくちゃいけないということで、うん、まあ、まさに民意と複数の専門性のこううまいこうバランスを取りながら運営していくのがまさに民主主義だと思うんですよ、はい、その2つに基づいてまさにこう民主主義を経営していくっていうことを考えていくんだと思うんですが、うんうん、して それに基づいてですねちょっと今までのバブル経済、うん、主にバブル経済以降のですね、うん、あの日本に行われてきたちょっと行財政改革を復習しておきたいと思うんですが、うん、それで4ページ目のところ、まあ、これちょっと小さくて見づらいんですけれども、まあ、古くはですね1961年ぐらいに第一次臨調っていうのがあって行政改革等々が始まるんですね、うん、でそれ以降にも81年に第二次臨調といってどこさんという経団連の会長を中心としたあの行革がですね長曽根行革の一環として行われるわけです。 いいって言って大丈夫だな。でそれ以外にも、うん、あの行政改革とか行われて、うん、その結果としてですね、うん、2001年にあの橋本行革の結果としてなんですが、うん、中央省庁の再編というのが行われて、うん、今まで一府22省だったか23省だったものが一府12省っていう形に変わって、うんうん、大蔵省が財務省になった、ね、になったとかっていうところですね、うんうん、それ以外にも公民制度改革が行われたりですね、あとご存知のように、うん、あの細川政権の時の、うんうん、まあ、1900、まあ94年ぐらいかな、うん、あの政治改革というのが行われて、うん、今までの中選挙区制が小選挙区制に変わるとかですね、うん、あとマニフェスト選挙があったり、うん、いろいろこう行われていくわけですよね、うん、そういうことがまあいっぱいあるということですよね、うん、でまあ、それと並行して、うん、まあ、小泉内あの改革の時優先民間があったり三位一体改革というものがあったり、うんうんうん、あとプライマリーバランスという言葉があの時から、うん、竹中さんね、出始めるんですけれども、うん、そういうことがあったりですね、うん、あと規制改革があったり、うん、あとまあそれのもうちょっと前にですね、うん、国鉄の分割民営化だったり NTT だったり、ね、あと JT とかですね、そっちもあれって、まあ、さまざまなですね、うん、改革がされてくる、うん、でそれと並行して実は、うん、まあ、これからも後でもお話しするんですが、うん、あの海外でも、はい、あのサッチャーリズムとかレーガノミクスとかですね、さまざまな改革が実は行われています。それをもうちょっと別の角度から見たのがその次からのレジュメで、はい、もうちょっとそっちの方が大きく見えると思うんですが、はい、各政権ごとにどのようなことをやった、特にあの消費税絡みで、うん、あの示しているんですけれども、はい、まあ、中曽根さんの時にですね、はい、まあ、当時は売上税と言ったんですけれども、この法案を提出すると、うんうん、それをするんですが、国民的反発で結局あの廃案になり、その後に、まあ、あの竹下さんその竹下さんの前にあれがあるじゃないですか、もっとあの誰だっけ、死んじゃう田中さん、田中角栄さん、大平さん、大平さんの時にも、うん、はい、あの彼は上げようとするわけです ね、それで結局うまくいかないで、あの選挙の途中で、うん、まあ、選挙亡くなる直前ですよね、直前になるとか あるわけです、まあ、そういうのを経て、うん、あの竹下政権の時にですね、うん、の1988年に消費税法が成立して、うん、あの翌年のですね1984年の4月に消費税、うん、率が施行されて 3% の税率が課せられるわけです、はい、でそれと並行して、まあ、ご存知のようにその次の年かな、うん、あの1989年になるとベルリンの壁崩壊とかですね、 はい、あと、まあ、91年になるとソ連邦の解体とか起こるんです、まあ、それと相前後してバブルの崩壊というのは実は起こるんですよね、うんうん、して先ほども言ったように1993年になると細川さんを中心とした、うん、あの初のですね、うん、非自民政権というのができるんです、うん、この中で日本新党、ね、あの、はい、小選挙区制とかも含めたですね、うん、政治改革4法というのが成立するわけです、うん、ちなみに小池さんも日本新党だったんですよね。そうです、もともと小池新ですよ、ね、そうです、日本新党から出て当選をして参議院だったんです、うん、確か、うんうん、はい、最初は、ね、はい、参議院は確か4名から当選するわな、うん、一番最初、うん、はい、ですよね、ええー、
で、まあ、あの頃は本当にまだ政治がまあか、うん、大きく変わっていくのかなっていうのは感じましたよね。感じましたよね。日本もね、うん、ダイナミズムもね。で、冷夏でお米が取れなかったから、タイ米を急遽輸入したんですよ、ね、輸入したりね、うん、して、まあ、そういうような中でやっぱり自民、あの政権を失った自民党は、うん、まあ、今までの敵であった日本社会党と組んで村山さんを総理にして、もう一回自民党政権を作るわけですよね。そうそうそう、まさにこう禁じ手的なことをやって、そう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 、でそういう中で村山政権、その次のページですが、村山政権になるとですね、1994年に消費税の増税をやって 3% から 4% になるんです、はいはい、でその時にご存知のように、はい、阪神淡路の大震災というのが95年、それからサリン、はいはい、オウム事件ですね、うん、が起こったりするわけですよね、うん、そして96年になると、これは次のページだよ、もう橋本第一次内閣の時に、うん、先ほど申し上げた小選挙区制が成立したのは94年の法律なんですけれども、うん、それを受けた上で96年の10月に初めての衆議院選挙というのが行われます、うんうん、でまあ、この頃はまだなんていうんですか、中選挙区の余波があって、そんなにまだ小選挙区制のその意味とかあれがっていうのが詰まっていかないんですが、その後にまあご存知のように小泉政権等々で非常にその小選挙区制のその意味っていうのが非常にクローズアップされてくるんですけども、そういうことが起こります。でその橋本さんがですね、総理だった時にちょうどアジアの通貨危機っていうのが起こって、この時に実は日本ってあの財政確か金庫法かなんか作っとくんですよね、うん、ところがそれがうまく機能しないわけですよ、うん、金融がおかしくなって、うん、というようなことが起こったりするんですね、うん、それからその次に、まあ、小渕さんが政権になるんですけれども、うん、尾行になんか書いてあるんですよこれ、まあ、これはまあ個人的な話はいいです、はい、今でいう NPO 法みたいのができて、はい、まあ、要するにこれはですね、先ほど申し上げた1995年の時の阪神淡路の大震災が起こってですね、はい、そういう中で非常にボランティアとかなんかが活躍したので、はいはい、そういうものがきちんと、まあ、きちんと法人格を持って活躍できるようにした方がいいっていうことがだんだん日本の国内でもあれしたり、市民の方もかなり働きかけてですね、うん、特定非営利活動促進法っていう、まあ、今で言うと日本、あ、 NPO 法っていうんですけれども、うんうんうん、通称でそういうものが作られていくわけですよね、うんうん、して、まあ、ご存知のように、まあ、小渕さんも急にお亡くなりになられて、うんうん、その後、はい、森政権というのができて、森政権の時にですね、2001年の1月の6日に、はい、先ほど申し上げた橋本行革の延長でできた中央省庁の再編というのが行われるんです、うんうん、して、まあ、ご存知のように森さんもですね、いろいろなこう危機管理的なことに対して非常に問題があったんで、支持率が確か1割台まで落ちてですね、まあ、辞めることになって、まあ、そう自民党の中でですね、そう総裁選が行われて、小泉さんが2001年の4月の26日に総裁になり総理大臣になるということが起こるわけですね。で、まあ、ご存知のようにこの年には2001年の9月にアメリカの同時多発テロが起こって、まあ、まさにテロとかですね、そういうのがクローズアップされていくんです、うん、まあ、実は日本の場合にはオウム事件の時にあれは実はテロだったと思うので、うん、もっとちょっと気をつけなくちゃいけなかったんですけど、日本国内ではあれはテロとして捉えられないんですよね、うん、でところが海外では、うん、オウム事件というのはテロとして捉えられて、そうそうそう、もう研究がその頃から始まるんですよ。そうそうそう、とは日本は始まらないで、この2001年の同時多発テロやなんかの頃からなんかこうテロ問題が日本でもクローズアップされるっていう状況が起こるんです。で、まあそういうことがあった後に2003年のごめんなさい、2005年のですね、8月に小泉さんが郵政民営化を掲げて選挙をやるわけですよね。それで自民党が大勝して非常に力を得ると。その後にご存知のようにですね、まあ、安倍第一次内閣とか福田内閣、麻生内閣ができるですが、うんうん、リーマンショック等々があったりしてですね、うん、毎年変わるというような状況があったり、うん、あと自民党に対するですね、うん、国民の不満とか批判が高まって、うん、これも先ほど出てきた2009年の8月、30日か31日でしたっけ、うんうん、総選挙があって、うん、まあ
あの民主党が総選挙で大勝し、うん、自民党が下野するということが起こり、うん、9月には民主党政権ができ、うん、本格的な政権交代が起こるということになるわけです、うんうん、はい、して、まあ、それと並行して、まあ、あの民主党政権の時に、もう次のページですか、それ、そうですね、はい、民主党政権が、うん、の時に、まあ、東日本大震災が起こって、まあ、福島第一原発事故が起こるということが起こり、うん、まあ、それが菅さんの時ですけれども、うん、そして、まあ、菅さんも結局鳩山さんもそうですけれども、やっぱり1年ぐらいで辞めてしまって野田政権になって、うん、野田政権の時にですね、あの消費税 の, あの引き上げの法案というのは実はこの時に可決してるわけですよね、うん、安倍さんの時じゃなくてね。ただ現実には、まあ、野田さんもいろいろあってですね、うん、結局あの安倍さんと国会でやり合って、そうそう、選挙をやるっていうことでやって負けて、そうそう、あの自民党が政権に返り咲いてですね、安倍さんが政権のトップとして総理になるわけですよね、うんうん、で安倍さんは政権交代後の2年後ですね、2004年の4月に消費税増税を 8% やると、うん、でこれはまた後でお話が出てくるんですけれども、うんうん、まあ、この時に非常に景気を悪くしたっていうこともあって、うんうん、これまだ皆さんの記憶に新しいと思うんですけれども、うん、あのその後の消費税を引き上げてるっていう時が何度かあるんですが、うん、それを結局延期するっていうことが起こるわけですね、うん、というような形でですね、消費税をこう上げてきてるんだけれども、うん、いろいろな、まあ、景気の見合いとか、うん、あと、まあ、あの国民的支持が得られないとかとも含めて、うん、なかなかその増税がされてきてないというようなことが、うん、行われてきてるというのが今までの日本の流れですね。ちょっとここまで読んでいいですか、はい、皆さんの富田君読みましょうか、はい、読んでいかせていただきます。はい、まあ、筋肉増強剤を打ち続けた結果おかしくなっているというのが実態でしょう、うん、一つの統治機構が適切に運営できる規模には限界があると。国民の無限の欲望に応えるのは無理。多様性の結果民主はますます難しくなっている気がする。そうですね、民意の把握とそれに対する対応っていうのはやっぱ国っていう特に1億ぐらいを超えるような、うん、あれでできるかっていうとなかなか厳しくなってるのが、まあそれは今日の実は後でお話しするその PHP 総研の報告書の課題でもあるんですけどね。富田さん行きましょう、はい、トランプには第二のレーガンになってほしいが、バブル、レーガンって今でも人気ありますもんね、アメリカで、ね、まあ、人気ありますね、うん、はい、どうぞ、はい、バブル潰しが正義であるかのように言われてた、うん、小池さんもだいぶ陰りが出てきたな、うん、村山は自民党から立候補したかったけど枠がなかったとかそれはないでしょはい、どうぞ、はい、オウム事件はアメリカが詳細に研究してた。そうなんだよ。そういえば特別給付金とか全然意味のないのとかあったな、2000円札発行とか、うん、ありましたね、うん、2000年の時にね、そうそう、おぶちゃんですよね、はい、自国の教訓を生かせないのはもったいないなと、給付金は継続的に出さないといけないのに財務省に潰されたと、うん、当時ほとんどの国民は郵政民営化の意味を分かっていなかった。今でもそうだけど、うん、民主党って何かいいことやったっけ、うん、野田のゲアの決断は英断、やると言ったことはやらずにやらなくてもいいことはガンガンやってた民主党政権、失われた3年半、うん、以上です。フレッシュはフレッシュはちょっと待ってください、うん、フレッシュは来てないです、はい、嬉しくないですね今日は、うんうん、遅刻さんがまだ来てないですね、遅刻さんまだ来てないですね、はい、それでまあ、それでですね、今国内でもいろいろな政治とか行政改革がやられてきたんですが、まあ海外もあんまり詳しくやってると多分時間がなくなっちゃうんで、後の報告書の方の解説の方が重要だと思うんですが、まあとりあえずざっと見ていきたいんですが、まずイギリスのところに行っていただきたいんですが、まあここにまあ見ていただくと分かるんですが、細かくは説明しないですが、イギリスもですね、まあ、サッチャーリズムを土台にですね、地道な努力で、うん、ブレア政権の時なんかにですね、うん、財政規律を確立するための、うん、まあ、
あの本格的な予算制度改革なんかが実行されたりしました、うんうん、で特にですね、その中でも、ブレア政権の時のですねブラウン増床が中心になってそれをやったようですね、うんうん、でその時に民営化とか PFI とかエージェントかなんかの民間活力のことをやったりですね、それから予算編成上の規律の厳格化等々をやったんですね、うん、でちなみにですねここで言っているエージェント化っていうのなんかが、うんうん、日本の、うん、あの独法とかなんかの土台になってるわけですからね、うん、はい、そこにもつながってきます。なるほど、はい、まあ、それでまあそんなことをやったとイギリスは、うん、はい、でその次にフランスですが、はい、フランスもご存知のようにですね、うん、国家の力が非常に強くてですね、公務員大国であるんだけれども、うん、あの要するに EU をこう作るっていう中でユーロなんかをやっていくわけですよね、うん、その一環として、うん、その EU に参加するためにはですね、うん、あのマーストリヒト条約の関係で財政基準を満たさないといけないということで、うん、やっぱり財政再建をやらなければいけないというような状況が起こってきてですね、それに対して、まあ、フランスでもいろいろな対応をしていくということが起こるわけです、うん、ただフランスの場合にはご存知のようにですね、うん、あの大統領がいてしかも議員内閣制っていうこう、うん、なんですかね、うんうん、もっとこう複雑なことがあってですね、なかなかその財政赤字のコントロールが非常に難しい、うん、あの政治体制を取っているのがフランスだというふうに言えると思います、はい、それからその次アメリカなんですが、はいはい、アメリカもですね、あの非常にこういろいろな90年の予算執行法とかですね、そういうものをやったり、あと裁量的な歳出の上限キャップっていうのを上限を決めてですね、それを超えないようにするとかですね、いろんな仕組み作りをやってですねやるんだけれども、うん、してその結果としてあのまあ驚くべきこう立ち直りをしていくんですが、結局やっぱりレーガノミクスってあのケインズ的なことをやったんですけど、それはうまくいかなかったことと、あとあの予算制度のですね赤字解消を阻止していくためにですね、もともとですね均衡予算緊急財政赤字再現法っていうのをやるんですが、あのこれがですね実はあの景気変動を考慮しないで、うん、こう財政の収支をこう削減しようというようなものだった関係があって、うん、うまく機能しなくて、うん、1990年代になってですね、うん、それに代わる包括予算調整法っていうのを作って、うん、まあ、ある程度こうあの赤字削減をですね、うん、やっぱり90年代からできるようになっていくっていうことになるわけです、うん、はい、だからその次がドイツなんですが、うん、ドイツはご存知のようにですね、うん、先ほども出たベルリンの壁の崩壊以降東西冷戦構造が終わってですね、こう統一されていく中でやっぱり旧ドイツをこう支援していくということによってですね、ドイツ全体が財政悪化に悪化していくことになるんですよね、うん、でそれの一方で先ほど言ったように、うんうん、あの EU を作っていく中でユーロというものをこう施行していく中でですね、うん、あの財政再建の基準を守らないと参加できないということで、うん、どうしてもですね、うん、財政 の, よあの支出の抑制だったり、うん、税制改革とか等々をですね、うん、やっていくことに なるわけです、うん、はい、してそういう努力をしたということですね、うん、はい、それからその次なんですが、ニュージーランドなんですが、うん、ニュージーランドは、OECD の諸国の中で、最もですね包括的で求心的な財政あ経済財政構造改革を断行したというふうに言われてます、うん、で1980年代半ばから求心的な政府部門の改革を行い、ですね財政責任法なんかを制定したりするんですね、うん、まあ、結果としてこういうようなことをやることによってですね、うん、あのまあ、今もそうなんですけどニュージーランドって非常に経済力経済競争力が高まってくるというようなことが起こります、うんうんうん、ちなみにですねここでやった、うんうん、あのニュージーランドでやったですね、歳出抑制のことを、ロジャーノミクスという要するに当時のですね、うんうん、デビッド・ロンギ政権における財務大臣がロジャー・ダグラスという人だったらしいんですが、その人がやった経済改革だったので、あのニュージーランドのですね歳出抑制のことをですねロジャー・ノンキスというそうです。それから最後なんですが、次オーストラリア、
オーストラリアはですね、OECD 諸国の中で最も構造改革が成功した国というふうに言われています、うん、財政再建の突破口を開いたのは1983年から成立したホーク政権というふうに言われています、うんうん、でちなみにですね、この時には、財政赤字の削減が選挙の公約になったりですね、うん、景気とか財政再建の板挟みにこう入れるようなことが起こったり、うん、あと法的拘束で財政再建が一気にこう実際には加速したというようなことが起こるわけですね、まあ、いずれにしてもですね、まあ、こういうような海外のですね、うん、財政再建とかですね、行財政改革なんかを見ると分かるのは、うん、やっぱり国民の意識だったり、うん、あとまあ一つはEU に加盟するための、約束がならなくならなくちゃいけないというようなですね、強制力が働いたり、あともう一つは割と政治家のやっぱり財政再建をしなくちゃいけないってい う, こうなんていうか規律というかディスプリンというか、そういうのが働いてるなというのは全体として言えることかなというふうに思うんですよね。でそういうものを受けた上で今日の報告書で語られている日本の政治行財政改革がどうだったかということを見ていきたいというふうに思うんですね。今までは復習ね、今までは復習です。基礎情報ね。そうです、基礎情報です。でこれを受けた上で、これからが本題ですので、はい、こうご期待いただきます。すいませんね、1時間もすいません。いやいやいや、前振りが長くて。でこれなんかこれね、こう見てた人がね、どこの改革も継ぎはぎだらけというか応急処置的な感じなのねって来てますね。まあだけどほら、なんていうかな、こう実験してるわけじゃないので、現実の中でやらなくちゃいけないじゃないですか。やっぱり世の中の世界の経済状況とかが変わっちゃえば、そのままでやれないから、また違うことをやらなくちゃいけないっていうような、そういう現実の中でやっていくので、政策ってそんな作ったものが完璧にですねやっていけるっていうことじゃないと思うんですよね。それをまあ継ぎはぎというふうに言っていいのかどうかっていうのは、僕はちょっと違うのかなと思うんですね。あとね、質問でね、改革ってニュージーやオーストラリアの人口規模だとやりやすいのかな。それもあるでしょうね。で結局今経済的にもやっぱり反映してるところってノルウェーとか、ああいうスウェーデンとか、やっぱり人口がやっぱり数千万とか何百万ぐらいのところがやっぱり多いですよね。それってやっぱり日本でいうと、まあ大阪とか、いや、まあ下手すれば市だから、うん、そういうことですね。だってあれでしょ、フランス、イギリスで6000万ぐらいでしょ。そうです、そうです。ですよね。大きくないですよ。ねえ、合わせたのと日本が1個ぐらいだから。そうそうそう、実はそう、あれほらで縦かける横だから、フランス面積日本の何倍とかって言うけど、距離で言ったら日本、北海道の距離が長いですからね。で南北のあれがすごいので、してまあ島国であるとかも含めてなんですけども、やっぱり日本ってやっぱ得意な、やっぱり国なんですよね。よく、まあ、日本はね、ちっちゃい島国とか言うんだけど、うわそう、全然そうないですよね。ほら、僕が子供の時にさ、なんだっけ、小さい日本、そんなに急いでどこへ行くって、工事業があったじゃないですか。あれで僕は騙されましたね。だって中東に行ったら狭いんだもん。だからあっという間、そうそう、下手すれば車で他の国に行っちゃうようなことが起こるんですよね。だから、まあ、だから日本が狭いっていうのはやっぱりマインドコントロールがあって、やっぱもうちょっと、特に今のように1億ぐらいの人口がいて、それなりに豊かになった中で、先ほどどなたか視聴者の方もおっしゃったようにですね、やっぱり国民のニーズをその一つの統一の規則だけで、もちろん教育、統一のルールにした方がいいものも当然あるんですけど、だけど本当にできるのかなっていうのは、今日のその報告書の多分テーマでもあると思うんですよね。それで、はい、じゃあその次の15ページ目のところに、まあここに書かれているようにですね、まあ慶応大学の曽根先生っていう方を中心にメンバー構成をして、私もちょっとだけ関わらせていただいたんですけれども、曽根さんが入ってたんですよ、ね、はい、そうです。僕曽根さん何度もインタビューさせてもらったんですよね。ああ、そうなんですね。まあ、だから政治とかですね、経済とか、あと、まあ金融とかですね、そういう広いさまざまな分野にわたる方々に ご協力をいて、いただいて、意見を出していただいて、それをこううまくまとめてきたという作業で、長久さんという、後で
今日インタビューをね、インタビューしていただいた方が全体の取りまとめをやったんですが、非常に苦労されたというふうに聞いてます。はい、はい、じゃあそれで、じゃあぜひですね、長久さんの方からまずヒアリングをしてきていただいたので、はいはい、いくつかのですね、はい、コメントをもらいたいと思いますが、はい、じゃあこの日本国の経営診断を実施しようと考えた理由をですね、お聞きしていると思うんですけれども、それの1番目とその次のですね、この報告書の観点や視点という1番目2番目を流していただけますか。はい、じゃあ行きます。取り切っちゃって、政治自体をですね、経営だというふうに松下幸之助が言ってまして、その日本の経営というか政治というものが実際どのような運営をされているのだろうかというのを包括的にこうちょっと見てみたいというのが根底にあるわけですね。で、日本のその財政とかそうしたものがですね、今どういう状況になっているのかということがあまりこう話されなくなってしまった。改革という言葉もあまりこう聞かなくなってしまった。それってじゃあ日本の今のその経営状態がいいのか、いい状態なのかなと、実際そうなのかどうかちょっと調べてみたいと。で、バブルの崩壊以降、日本のまあ経営というのはまあガタ落ちになって、90年代の前半ぐらいからいろんな改革が行われたわけですけども、それってちゃんと成果が出たっていうことなのかなと、それとも本当は違うのかもしれないと、そのあたりをきっちりとその一回まあ総合的に調べてみる必要があるのかなというふうに思ったわけです。まずですね、まあ経営という考えた場合、株主がいますと、経営者がいますと、それを実行する社員がいますと、そういう観点から見ると、国民が株主であって、総理大臣をはじめとした閣僚の人たちがまあ経営者であって、で、官僚の人たちがまあ社員ですよね、そこで働いている人たちというような形で、で、我々がいろいろその国民として得ているようなベネフィット自体がその商品という感じですよね。まあ、そういう感覚でまず見てみようというのが一つですね。で、さらにですね、その中でその実際それをですね、国民の意識のレベルですとか、決定がどのようにうまくいっているのかどうかというような、その仕組みの話ですとか、さらにそれをこう実際に運営していって出てくるアウトプットがどうなのかというような、そんな観点から、単にその財政だけにですね、この注目して見ているという感じではなくて、そうした株主、経営者、社員、そのトータル的な働きがどうなっているのかというような観点から見たという感じですかね。バブル崩壊以降ですから、90年代前半からちょうど心の対象になっているのは、選挙制度の改革が行われた94年、まあ実際には5年から始まりますけども、4年から後というような感じですね。それからまあ今まで、まあアベノミクスまでは入っていないという感じですけども、まあ若干入っているかな、失われた20年とか30年とかって言われているその期間の間ですよね。はい、はい、ありがとうございました。じゃあレジュメの16ページ目のところに行ってほしいんですが、今長久さんの方からの説明があったんですけれども、まあ、この報告書のですね、どういうことをまあ対象にしたかということで、レビューの手順みたいのをもう一回、うん、まあ、長久さんすでに若干ご説明されてますが、うん、それをもう一度クリアにするとですね、大きく分けると5つぐらいの、手順があったのかなと思うんですけれども、まず一つは財政の今と、まあ、これからどうなるかっていうものを提示するのは一つ目ですね。それから二つ目は、まあ、我々国民はまさにですね、税金を払って、まあ、国の運営に参画しているという意味での株主だと思うんですよ。それから、まあ、政権与党であったり総理であったり内閣であったり、まあ、広く言うと、まあ、議員もそうなのかもしれませんけれども、そこら辺が経営者で、そういう国民とですね、まさに経営陣である政権与党との意識がどんなものだったかということも、この報告書では調べています、それから3番目が、政治過程における改革の影響分析ということで、選挙制度とか行財政改革がどのようにですね、政策決定とか意思決定において、
影響を与え、どのように変わってきたかなっていう部分を考えてるわけですね。それから4番目が、歳出、お金を出す方に対してそれをどれだけうまく効率よく使うかということで、さまざまな改革がされたんです。例えば地方分権改革だったり、公務員制度改革であったり、道路公団の民営化とか、行政事業評価等々が行われたんですが、そのまあ結果というか、なんかがどうなのかっていうことが一つの論点であります。そして最後が、それからお金を入れる方なんですが、入れる方に対して例えば税金とかですね、あとまあ基本的には借金だと思うんですが、国債なんかの公債を発行して、それの効果っていうのもどうなってるかっていうものも見ているということで、まあまさに成瀬さんもおっしゃられたように、単に財政だけを見てるんではなくて、それを取り巻く、それに関わる決定とか、それの効果とか、実際にお金を出してその成果がどうなってるかとかっていうものを包括的に、特にバブル経済以降して安倍政権といっても全てではないと思うんですが、安倍政権を若干含めるぐらい、第二次安倍政権を若干含めるぐらいの期間にわたっての、いろいろな結果とか動きというものを、分析評価しているということであります、はい。それをもうちょっと分かりやすくしたのが17ページ目の次のところで、まさに、繰り返しになりますけれども、財政の今と将来、国民与党の意識、政治家庭、歳出と効率化の試み、歳入の取り組みという5つの視点から日本国の経営を診断したということであります、はい。それでですね、どうしようかな、こっち先にここら辺と聞いちゃいますか。そうですね、なので長久さんの4番目と5番目のやつを、流していただけますか。富田、ちょっとその前にね、このなんか質問ですか。質問でね、俺のコメント見えてますかって来てるんで、見えてますよね。見えてます。見えてますよね。はい。はい、すいません。はい。じゃあ4番目と5番目を流していただけますか。これか。難しかった点というのはですね、なんて言ったらいいですかね。どこからどこまで調べたらいいのかというのはちょっとわからないところも実はあって、さまざまな改革が行われてますけども、あまりにこうたくさんあるわけですよね。でそれを全部やっていくっていうのは、まあ本当に時間のかかる話ですから、どれをこう選ぶかっていうのはありました。ただ今やった分だけでは結構まあ十分ではないなと、まだいっぱいやらなきゃいけないことがあるなというような認識はあります。それと同時に数字がよくわからないところもあって、本当に調べていくとすると、そのもっとすごい細かい数字を見ていかなきゃいけないんですけども、そこまではやりきれていないと、このマクロな数字だけ見てしまっているってい いうような問題もあるかなというふうに思いますね。ですからこれを本気で細かいところまでやると、本当に大勢の人数でですね、きっちりと正しい数字を把握してやるっていう必要があります。それをやるべきですよねというのも、この報告書の一つの結論ではあります、はい。成果を一言で言うと、今の状況、経営状況というのは、問題があまり顕在化してない状況で、正直言うと借金をこう増やしながら日本の経営をやっている状況で、でこれに関してはその意見が2つあって、楽観的な人と悲観的な人がいますけれども、この国債発行というので賄っていくという状況が未来永劫続けられることではないということは、どちらも多分認識していることだと思うんですね。それがいつなのかちょっとわからない、いつなのかわからないけど、この状況を直していかないと、じわじわとですね、日本の経済が あるいは財政がですね、厳しい状況になっていくっていうのはみんな想像しているところで、これを何とかしなきゃいけませんよねっていう、みんな結果としてはみんなその認識しているようなことです。それをきっちりとその見てみると、やはりそうであるというようなことですね。で問題はそれにこう、それから変わるモデルというものを我が国はまだ作れていなくて、このような状況を続けていったら必ずそうなりますよねと。だけどこれを阻止するためには、違うその国の運営の仕方、国の経営の仕方、例えば、今までは大企業のような企業の経営の仕方やってたと、
国からお金が地方に流れて、地方はそれでお金、それを使って運営しているというような、そうした流れ、そうしたような形ではなくて、もっと違う新しいその運営のモデルというかですね、統治のモデルといった方がいいかもしれませんけども、そうしたものを作る必要があるよねっていうところで今回は終わってますけれども、それをこうちょっと訴えたいなというところですね。まあ、今永久さんに報告書の全体のことをお話しいただいたんですが、まあ後でもうちょっと詳しくご説明したいと思うんですが、まあ一番どうしても気になるのはその数字、あの要するにいろいろな国とかですね、政府が出している数字とかデータってあることはあるんですが、なんかどこに何があるのかがよく分からなかったり、出されていてもそれが私たち国民とか有権者に分かりやすい形で提示されていなかったり、実はその提示されているデータなり数字の意味することと本当の意味することが実は一緒じゃなかったりっていうのことがあったりして、非常に分かりにくいあの情報開示なのかなと思ってて、まあ結論的に、まあ後でまたお話しすることなんですけども、それってあのいわゆる国民主権の民主主義という国の中で本当にそれでいいのかなと、要するにいろんな選挙とか政策選択の時に国民が正しく判断する材料をもらってないっていうことを意味するんじゃないかなと思うんですよね。だからそこら辺は非常にこうこの報告書に若干なりとも関わってきた中で違和感というか、あのまあ今の日本の問題に関わる、まあそれって今のいろいろなね、先ほども出た家計学園の問題とかなんかにも関わるようなところありますよね。なんか出されている情報がなんかどこが本当で何が信用していいかよくわからないのか、分かるのかよく分かんない、そうですよね、なんか違和感というか、確かにこう物を食べた時に、こうなんていうの、すっきりこう、腹に落ちていかないようなところがありますよね、なるほど、はい、まあ、それがまず先ほどの永久さんのコメントのところのあれなんですけど、まあ、もうちょっとですね報告書を詳しく見ていきたいと思うんですが、ぜひ18ページ目のところに行っていただきたいんですが、大きく分けるとですね、この報告書はあの5つぐらいの章に分かれてるんですけれども、まずその中で1章はですね、先ほど言ったように財政の今と未来ということで、あの論じられてるんですけれども、大きく分けると7つぐらいのことが言われていて、歳出は基本的には恒常的に増えていると、で歳入はあまり増えてない、でその結果として赤字の状態が全体として続いていると、歳入は停滞しているってことなんですよね。そうです。あとでこれも出てくる話なんですけども、税のことに関して、それから歳入はあの、まあ、あの要するに国の予算というのは割と初めあの3月ぐらいにですね、正規予算が決まって途中で補正予算というのを組んでですね、やるということが多いんですが、歳入に関しては当初の予算額が補正後に上下してもですね、いずれにしてもですね、歳出は補正予算で必ず増えてるんです、そうですよね。して補正予算は割と国会やなんかでも審議もあんまり議論されないですよね。大型補正予算とか大規模、あの最初の3月の年度予算の時にはすごく議論されるんだけど、それを補正予算になってする時にはスルッと通っちゃって、10兆円とかで、してここにも書かれているように必ず増えちゃうわけですよ。でなんかほら、それで補正を打ったからあのこの 局面に対して有効ですっていうのを自慢げに総理は言いますもんね。そうなんですよ。だからそこら辺の先ほどのね、いろいろなこう数字とかデータなんかに対する信用性とかなんか本当にちょっと僕ら国民もですね、まあ疑ってるんじゃないんですけども、もうちょっと確認をして本当なのかなっていうことを考えたりして、もしその補正があの適切でそれで本当に経済とかが良くなったりすればそれはいいと思うんですが、本当にじゃあその後良くなったかどうかをちょっと確認する作業、まあ、それは本当は実は野党やなんかがやるべき作業でもあると思うんですが、あとメディアなんかもね、でもなんかそこら辺がなってない間に次のまた次の年度の実は予算の作業になっちゃうわけですよ。だから分からなくなっちゃうんですよね。そうなんですよね、はい、はい、
とか、あと3番目なんですが、うん、赤字をこういうようなで、先ほども言ってるように、うん、歳出は増えて歳入はあまり増えてない状況の中で、うん、どうしても赤字が出てくるんですが、うん、その赤字を埋めるためにですね、国債を発行するんですが、基本的にはですね、ずっと伸びてるんですね、国債発行というのは。そうなんですよね。もうこのバブル以降というのは、うん、数年に1回ですね、100兆円ぐらいのレベルごとに増えていくんですよ。100兆が200兆になったら、200兆が300兆って、そういう段階でもう本当に増えていく状況が起こってるんですね。それから4番目も重要なんですが、たとえですね、景気が良くなったりいろいろしてですね、税収が増えて歳入に余剰が生じても、基本的にですね、赤字の方に還元されることがほとんどないんですよね。使っちゃうんですよ、それまた。借金返さないの、ね、返さないで。返さないで。そう、うん。とかですね、あとそういうような結果なんですが、5番目にですね、長期債務残高は、対 GDP 比で 200% 程度という先進国では異例の状態になってるんですよね。うん、であと、それと、まあ、もうちょっとですね、日本にも資産がありますから、それを考慮すると、実はもうちょっと低くて、うん、対 GDP 比で 130% ぐらいなんですが、うんうん、まあ、それはギリシャよりはいいんだけれども、イタリアぐらいは悪くて、ドイツ、カナダの3倍、英国、イギリス、あ、違う違う、あのアメリカ、英国、フランスの 1.5 倍ぐらいになってるわけです。で、まあ、こういうものに対して、あの専門家の意見は一致してるわけじゃないんですけれども、まあ、どう考えてもこういう国債発行のでよってですね、赤字を借金で埋めるような状態が未来永劫続くことはまあ不可能じゃないかと、うん、でこれは長久さんも言ってましたよね。でそれで、そこのちょっと考える材料にしたいのはですね、その次のページの表を見ていただきたいんですが、うんうん、表っていうかグラフを見ていただきたいんですが、ちょっと見づらいんですが、これの右、あ、左側のところですよね、うん、そうです。あの今の、この財政赤字の割合っていうのはどのぐらいかっていうのは、この図のですね、右のこう上がってるところですよね、うん、そう、要するに 200% 超えてるわけですね、うん、それに匹敵するのはいつだったかっていうと、太平洋戦争の時っていうことです。戦時化だったってことですよね。軍事予算をこう拡張してやってた時なんですよ。だからそれと同じぐらいの状況が今の日本の、まあ、財政的なあの債務残高で起きてるというふうに言えると思います。今は戦時下と同じってことですね、はい。して先ほど言葉で若干言ったような、他の国とのまあ比べた時にどうなのかっていうのが右側のグラフで、まあこれはあの日本 の, あの資産は入れてないですから、それを抜きにして、対あの累積赤字の対 GDP 比だけを言ってるので、そうするとダントツに日本がですね、ギリシャも含めてダントツに日本が上ということが分かるんです。これをどう考えてもあの正しいとか、うん、っていうことはなかなか言いにくいですよね。今ねコメントで面白いのが来ていて、はい、国債は必要なだけ発行して全部日銀に引き受けさせればよい。今それやってるわけですよね、ほとんど、うん、ほとんどそれに近いことやってるわけです。その次ね、で消費税を上げましょうという話になるわけです。なんでも消費税だんだん上がってきて、今度物価が上がってくると、実は利払いの金利が上がっていくから、あの利払い返金がなかなかしにくくなるんです。実は今は低いから、いくらあの国債引き受けてもあんまり返さなくて楽な状況が続いてるわけですよね。でね、この中にもね出てますけどね、はい、消費税上げた直後どうなるかっていうのもこう出てて、はい、それを見るとなんかその上げただけではどうなのってこともあるわけですね。そうです、そういうことも考えなきゃ。で経済がだって冷めてしまえば、うん、消費税だって増えないとか、法人税とか、法人税とか全部で見ないといけないので、うん、あ、たとえ消費税が上がったって他の税金が下がっちゃったら全体の税の収入は減るので、うん、そういうことも考えなきゃいけないという、うん、非常に複雑なんですよね、うんうんうん、他に何か来てますか。日本が持ってる資産とそれが生み出し続ける利益については言わないよねって、うん、そう、財務省とか言わないですよねこれもすごいな、これは絶対政治家言えないな。じゃあ年金と高齢者の医療費カットの話になるわけですだって。まあだから極論しちゃうとそういう話、まあ若干ずつ出始めてますよね、年金のあの、うん、水準でしょ水準を抑える動きが、うんうんうん、そうなんですよね。ただ抑えてもいいけど、じゃあその人たちが生活できなくなって、うん、今度生活保護なんかになったら、
もう国が払わなくちゃいけないので、そっちの問題も出てくるので、そこって単に押せればいいっていうわけでもないんですよね。まあ、年金は自分たちがあの年金保険料で納めてますからね。納めてるけども、うん、そうです、基本的には納めてるんだけど、でも高齢者は今の多分ですね、70以上の人は納めてる以上にもらってますから、うん、そうですそうです、そうそうそう、でもこれからの人は納めてるは部分は戻ってこないですから、それの何割しか、そういうことも考えなくちゃいけないですよね。してさっきも繰り返しになりますけど、年金を抑えるのはいいんだけど、抑えられた年金で国民が生活できるかどうかなんですよ、生活できなければ結局生活保護のうちって全部国が負担することになるので、生活保護は保険方式じゃないじゃないですか。違います、要するにその全部が税金ですから、そうです、ってことは国民全体の負担になるとそう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 、まあ、次行きましょう。はい、はいはい、それではですね、第2章でどんなことを扱ってるかということを見たいんですけれども、20ページ目のところですね、はい、まあ、第2章のタイトルというのは国民の意識と政党の公約ということなんですけれども、要はですね、財政再建は国民に常に重要な課題として基本的には認識されているというのが、まあ、いろいろなですね、あの新聞なんかの世論調査なんかを見ると出てきます。して他方で、ですね、消費税増税に関しては国民の中には、まあ、仕方がないと、増税されてもですね、今のような財政が悪い中で仕方ないというのが多数だと。ただ現実にですね、消費税を上げる寸前になって世論調査をするとですね、その消費税増税には反対というのが増えるという現実がありますね。そして、与党を経験した政党、まあ、要は自民党と、まあ、今で言えば民進党というか、民進党の前身の民主党ですが、まあ、財政再建を政策目標の割と重要課題に挙げています、いつもマニフェストや何かで、それも現実です、そういうのを見ていくと、与党は絶えず財政再建をすると言いながら実際にやってないので、まあ、国民に約束を果たしてないという言い方もできるのかなと思います、まあ、それの絡みでちょっと21ページ目のところを見ていただきたいんですが、まあ、これは日経新聞なんですけれども、まあ、行革に対してですね、これは第2次橋本内閣の時と安倍内閣の時なんですが、財政再建をどのように考えているかということに対する回答なんですよね、まあ、比較的これを見ても分かるように上の方にあるわけですよ、そこそこの、まあ、3割程度の、あの賛成というか支持があるわけですよね、だからそういう意味では国民の中にも財政再建はやっぱり重要だという意識はあると言っていいのかな、なるほど、というふうに思いますね、はい、じゃあその次の章、第3章の方に行きたいので、22の方に行きたいんですけれども、ここではですね、政治と、まあ、行政改革に関して考えたいんですけれども、皆さんも記憶にあると思うんですが、中選挙区制の時には一つの選挙区からですね、複数の国会議員が選ばれるという関係があって、一般的には中選挙区制って3名から5名ぐらい の、あの議員が選ばれる選挙区なんですよね、はい、ということはそこで過半数を取らない限り国会で過半数取れませんから、ということは例えば3人であれば少なくとも2名の候補者を一つ の、あの政権を取ろうとする政党は出さなくちゃいけないんです、ということは例えば自民党が政権を取ってるんであれば、3人の選挙区のところで2名出すということは、その2名が両方当選できるような、あの選挙活動とか政治活動をするわけです、ということは例えば支持母体を住み分けするとかやるわけですよ。例えばこの候補者は農林漁業者の支持を受けるようにこっちのいいことを聞く、でこっちはそれこそ医師会かなんかの言うことを聞くっていうことをやるってことは、違ったその利益団体というか利益グループから違った意見が出てくるわけなので、どうしてもいろいろな政策をやるためにお金がかかる可能性があると、要するに財政が慢性的に肥大化するメカニズムがある可能性があったと言われてるんですよね。それとあと、まあ、あの中選挙区制の時にはですね、今のようなことになる結果としてなんですが、各候補者が
割とその党の中執行部の言うことを聞かないで自分の政策とかを言って当選してくる、だから当選した後も党の言うこと聞かなくても自分の言ったことで当選してんだからっていうんで割と独自に活動したりすることがあってですね、党の執行部のグリップは効かなかったんですよ。ところが今は小選挙区制がメインになったんで、特に衆議院なので、そうすると一つの選挙区で一人の候補者しか選ばれないので党の言うことを聞かなくちゃいけなかったり、党があのいろんな選挙活動のお金とかを握ってるので、執行部がどうしても党の執行部の言うことを聞くようになってくるということで、そして党、特に与党の、あの執行部っていうのは、まあ自民党であれば総裁であり、その総裁がこうあの総理になるので、結果としてですね、あのどうしてもその首相のリーダーシップが効く仕組みになっていくわけとか、党の執行部だったりがとか党の本部の力が非常に強くなる。ただ力は強くなるっていうことは必ずしも政策がどうなるかってことを決めるわけじゃなくて、その中心になった人たちとか中心の人たちの政策を実現できるようなことになるんで、違った政策が出てくるとこういろいろこう何ですかね、揺れ幅が大きくなる可能性があるわけですよね。はい、すみません、面白い格好してますよ、はい、小選挙区制になってからおかしな政治家増えた前僕はノーコメントします、そこに関してはなんとかチルドレ、まあいろいろ言われてますよね、して、まあ、いろいろな事件も起こってますからね、はい、行きましょう、はい、それとかですね、あのまたもともと言われてきたのは、どうしても、まあ、これはあの中央省庁の再編とも関係するんですけども、はい、あの各省庁が縦割りなので、しかも予算、今の日本の予算編成というのは基本的には、少なくとも今までは下からの積み上げだったもんですから、どうしても各省庁が言ってきたことをこう、なんていうんですか、こううまく組み合わせて作っていくので、どうしても全体のパイが大きくなりますし、先ほど言ったような中選挙区制の場合にはどうしても自分の意見を持ったあの議員が多くて、その時にはその結果としてなんですけども、属議員という、要するにこうあの特定の利益集団と結びついている議員がいたわけですよね。で、そうするとその人たちの意見を聞く傾向がどうしても生まれやすいので、全体としてですね、政府全体の財政がこう豊満になって肥大化するようなことが起こっていたという現実があるというふうに言っていいと思うんですよね。で、まあ、そういうような問題を解決するために先ほど言ったような中央省庁の再編が起こったりそうですよね、して、まあ、できるだけ官邸、総理のリーダーシップを発揮できるようにしたり、政治主導、ね、でそれを実現する一つ の、あの舞台装置として経済財政諮問会議っていうのだったり、それはあの特に小泉さんの時そうでしたし、あと民主党政権であればあの国家戦略あの戦略室かというのだったりというわけですよね、そういうことによってですね、首相の意向が、あの財政政策に強く反映できる可能性が高まったというふうに言えると思います。だってあれでしょ、だってあのほら経済財政諮問会議は骨太の方針とか予算の骨組みとか作るんですもんね。そうです、そうです、その予算 の骨太の方針を作った上で、今度あの各あの省庁から予算の上がってくって、それをだんだんこうまとめていくっていう作業になってくるので、まあ大枠が決まるっていう仕組みになって、まあこの頃でも本当に決まってるのかなっていうふうに思わなくないんですが、少なくとも小泉政権の時にはそうでしたよね、はい、ということがある一方で、まあこれを見ていくとですね、非常にこう大きな大胆なですね政策転換ができるような、まあ政治制度とか選挙制度にはなった一方でですね、逆に言うと世論に非常に影響されるようにもなったのかなというふうにも言われてます、まあ、でも少なくとも安倍政権の時なんか見ていただければ分かるんですけど、集団的自衛権も国民があれだけ反対してても、まあ、その次のページ23ページ見ていただきたい、これもちょっと見づらいんですが、国民がですね集団的自衛権なんかに反対してても、集団的自衛権を、まあ法案として通すとかね、そういうことができるようになってきている、ただし財政に関してはどういうわけか、あの慎重なんですよね、国民に対する先ほど出たように増税をする
直前になると国民が反対するっていうような結果が出てる可能性も、そのせいかもしれないんですけれども、あの要するに国民の世論を妙に気にして財政再建に必ずしも踏み込まないという現実がこの20年間ぐらいあったのかなというふうに思いますね。だってさ、あのよく政治家が言うのは、はい、教育問題とそのあの年金問題とかはあんまり言えないんですよねみたいなこと言うじゃないですか、オフレコ風に、はいはい、でどっちともさ、あの、まあ、特に年金問題なんて莫大な金かかってるわけですよね。 それ考えたらさ、財政再建できるのかってことになりますよね。本当にそうですね、おっしゃるとおりです。で教育問題は実はあんま金かかってないんですよね。今あの日本 の教育費はあの OECD の他の国と比べても非常に低い。低いんですよね。してあのまあ他方でこの間もね議論にしたように、あの子どもの貧困の問題とか、そういうことが起こってきてますから、はい。はい。あ、これ面白いですね。北朝鮮が暴れる今となっては集団的自衛権を可決しといて、良かったという評価になってるけどねって。まあね。だから集団的自衛権も完全に反対じゃないですよ。うん、私なんか。やっぱ何らかの形でやっぱ必要なんですよ、うん、そうだからその運用よね。そう運用と、だから誰が作ったかに対する、うん、あの信頼の問題が一番問われてるんだと思うんですよ、僕は。法案そのもの以上に、そうですね、とあとプロセスね、うんうん、そう。次、どこに国民の真の民意があると与党は掴んでいるとも見える。どこに国民の真の民意があると与党は掴んでいるとも見える。そうですね、だからそれは先ほどもあの議論になったように、少なくとも安倍政権の支持っていうのはそんなに下がってないわけですよ、うん、相変わらず50何パーセントで、うん、まあ、他にあの選択肢がないからっていう、まあ、消極的な、うん、あの色合いが非常に強いんだけれども、うん、そうこうある意味では見透かされてるっていうか、こうあの、うん、なんていうんですかね、うん、直接 見られちゃってるわけですよね、うんうん、だから ある程度のことをやっても、うん、国民は逃げていかないっていう、うん、ことを、うん、という現実を踏まえてやられてるわけですよ、うん、そう、はい、まあ、それは政治的には、まあ、ある意味の正しい選択というか、うん、自分が統治者であればね、うん、そういう選択はするでしょうね、うん、して経済をある程度良くしておけば、うん、国民はあんまり不満を持たないし、あと、まあ、話がちょっと変わりますけれども、うん、またクリントン政権の時に、うん、あの弾劾が起きようとして、うんうん、してた時にも、うん、結局あれ経済が良かったので、うん、クリントンが辞める必要はないっていう話になるわけですよ、うん、そうですよ、逆に本当の民意サイレントマジョリティを見ていないのがメディアと民進党って気がするそうですね、だからそれはだからまさにトランプ政権がなんでできたかっていうことにも関係してるわけですよね。メディアはみんなトランプは絶対ならないって言ったんですよ。まあ確かに、うん、あの得票の数から見れば、うん、ヒラリーさんの方が勝ったわけだけれども、政治制度の中ではトランプさんが勝つわけですよ。そう。で、そこのところをちゃんと、うん、今のその政治制度の中で、うん、民意がどういうふうに出るかっていうことをちゃんと理解 してなかったわけですよね、メディアは。そう。あとヒラリーさんも。そう。だから負けるわけですよ。うん、まさに今の日本の状況と、うん、で言えばメディアと民進党、うん、アメリカで言えば民主党とメディアみたいなもんですよ、うん、だってなんかテレビなんてあれらしいですよね。なんか何時にあの多分ヒラリーが勝つから、だからそこで放送を打ち切って次の番組で考えてたら全然後に来ちゃってびっくりしたっていう、だからそういう意味ではやっぱりトランプさんとかはそれをこうやって、まあ、それがいいのかどうかってツイッターで自分でこう発信するとかね、そうですね、そういう意味では、まあ、なんていうかな、今の時代っていうか今の状況の中で非常にフィットしたんですよね。まあ、大統領になってから良かったかどうかっていう問題は今いろいろ混乱も含めて起こってきてるから何とも言えないところもあるんですけど、はい、先行きましょう、はいはい、じゃあ次の第4章あたりを見たいんですけれども、そういう意味では24ページ目ですね、うん、はい、この、第4章ではですね6点ぐらいのことが書かれてるんですが、一つはですね、ある時にこう、まあ、一時ですね、地方財政は緊縮に向かうんだけれども、うん、リーマンショックとか東日本大震災の関係があって、結局国から地方へのですね、財政移転が行われて、やっぱり国全体のですね、財政が肥大化していくということになってます。それから2番目が、郵政民営化の
郵政公営化とか民営化によって公務員の数自体は減ったんだけれども、それによって財政的な貢献は非常に多かったわけではないと。これはなぜかというと、もともとですね、あの郵政事業っていうのは特別会計の中で扱われているので、たとえですね、これをこうなんていう公務員じゃなくしても、それって一般会計の中では何も関係ないんですよ。特別会計の方でやられてる、やられてるので、だからあの後で出てくる話なんですが、そこら辺もやっぱりこう国民というかメディアというかあれがちょっと誤解している部分があるのかなというふうに思います。から3番目は、まあ、これもですね、まあ上の郵政民営化の部分とも関係するんですけれども、公務員制度改革によって人件費は、まあ、あの公務員の数を減らしたりですね、あと給料を抑えるようなことをやって財政やったんだけれども、財政への効果はそれほどなかったと。それから4番目は、まあ、これもあの特にあの民主党政権の時もいろいろやったり、その前にもいろいろやった、小泉政権の時もいろいろやりましたけれども、道路公団の民営化によって、まあ、機構に引き渡された旧道路公団の累積債務は減少してるんだけれども、いろんな協定だったり債務返済計画の変更なんかをやって、まあ、その部分が情報公開されてないので、まあ、実際のですね、その今後の債務返済がどうなるかというのはよく分からない、なるほど、ね、とかですね、はい、あと5番目は、高速道路会社の運営および道路建設については一人株主である国が要するにいろいろなこう考えが変わったりするとその意向を受けてですね、あの国からの支出もまた受けられるので、まあ、必ずしもですねきちんとした財政収支というかあれが捉えてなくて、モラルハザードが引き起こすリスクが今もあるということですね。最後が6番目なんですが、まあ、事業仕分けというのは特にこれは実は民主党政権になる前から自民党なんかもやってたんですけども、あの事業仕分けとか事業、行政事業レビューなんかによる財政再建が行われてですね、あのいろいろ、まあ、削減の方向性とか打ち出されるんですが、他方でそれ以上 の、 あの歳出が別の予算やなんかでされたりするんですよ。だからあんまりそのなんていうんですかね、全体として減るという効果にはなってないということなんですね。それでいくつかだけ見たいんですが、25ページ目のところ行っていただきたいんですが、先ほどあの地方分権改革とかなんかによってですね、地方財政の緊縮が進んだってことを言ったんですけれども、結局あのリーマンショックとか東日本大震災なんかの関係で国からの財政移転があってですね、全体の歳出が増えるっていうことがあったっていう話をしたと思うんですが、この25ページの図っていうのはそれを示していて、あのグリーンのところ、このちっちゃいところがですね、あの東日本大震災とかなんかがこう上乗せされていくわけですよね。でこれは国からお金が出るので、それから全体としてですね、これグラフを見ていただくと分かるんですが、減ってないですよね。あの最初減ってますよね、最初の4年間5年間ぐらい、その後ここまた増えてるわけです。で特に東日本大震災なんか起こった後にわーっと増えていく状況が起こっているということであります。して国からの補填で増えているということは、国の財政赤字が増えるということなので、そういうことですね。それから6番目なんですが、あの6番目のですね、この次の、はい、あの図があるんですけれども、これだけを見るとですね、あの国家公務員の人件費が非常に減ったというように見えるんですが、先ほど言ったように、これの中には実は郵政民営化というか郵政公営化による公務員じゃなくなった人たちも含めているので、これだけ減ったように見えるんですが、あの繰り返しになりますが、一般会計におけるですね、国家公務員の人件費が減ったことにはなってないんですよ。でしかもこの図はですね、財務省のホームページに載ってる、だからある意味では国民にこうなんていうんですかね、間違ったってところなんですけど、ミスリーディングな情報提供をしてる、政府さっきの数字の話ですよね、はい、政府は頑張ってますよ、感を出すための、そうだ、ある意味では頑張ってる部分もあるんだけれども、まあ、この中に入れていい議論なのかどうかっていう数字なわけですよ。それをくっつけて見せてるという問題なわけですよね。だこういう情報の出され方がいろいろ他のところにもあったり、
してるのが日本の現実なんですよ。でそれを延長線上から言うと、主権者である国民が政治判断や選挙判断をするときにこういう情報を出されていて、きちんとした判断ができてるのかっていう、出されたから判断ができるとは限らない部分もありますよ。それは国民の民度の問題もあるんで、だまず出されてなかったり、そういうものをきちんと理解できるような程度の情報の出し方がされてないと意味がないと思うんですが、そういうことも踏まえてできてるのかな。だからまさに民主主義社会における情報公開的なあの環境というか、あの仕組みになってるのかなっていうことですよね。これは問題ね、深いですよね。深いですね。あ、そうなんだ、政府頑張ってるんだとか、あ、ここが問題なんだ、じゃあその政策提案してる政策をまあ考えてみて賛成しようかなとかって思ったりするじゃないですか、選挙の時とかいろんな時に。その数字っていうかデータがその捏造じゃないんだけど、間違ってるんじゃないんだけど、事実なんだけども、うん、ミスリード、うん、ミスリードするで、だからそういう意味でもね、自分、私たちがやってたりこの PHP 総研なんかもそうなんですけども、まあ、あの民間というか国とかなんかじゃないシンクタンクのようなですね、ある程度の専門家がいて、そういうものに対するそのなんていうか情報提供とかきちんと問題点なんかを指摘するような組織が社会の中に実は必要なんじゃないかなと思うんですよね。そうだから、ね、これはこれ知ってからね、まあ、当然うすうす感づいてたんだけど、でそれ以外でも見ると自分でも分かる数字、うん、で僕は、はいはい、特別その取材してるやつが分かるから、はい、これはこういうことじゃないでしょと思うけど、それ以外のところ出されると信じちゃいますよね。普通はそう思っちゃいますよ、ね、それだけ見されたら、うん、はい、うん、なるほど、はい、はい、ですね、じゃあその次の、あ、これ面白い、情報は何を言わなかったかが重要、そう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 、素人には太刀打ちできない、そうなんですよね、はい、あのして基本的には行政っていうのは聞かれないことは言わないですか、あ、そうですよね、まあまあ、僕らもそうなんですけどね、あの相手とコミュニケーションして、特に相手が、まあ、ある意味の敵対というか、こちらに不信感を持っているような人に対しては余計な情報っていうのは絶対渡さないですね、言われたら言われたところだけ言って、それ以上は絶対言わないというのは鉄則ですから、そうですよね、です基本的にそれがもっと行政っていうのは徹底してますから、そうですよね、まあ、だからそういう中で、ね、あのああいう前か時間 元時間なんかのああいう情報性を見ると非常に面白いっていうかね、そうですよね、これなんか根が深くて暗くなるな今の、そうですね、はい、いきましょう、はい、じゃあ次の第5章27ページ目のところ、ちなみに PHP でどこから金もらってんのって、それはですね PHP 研究所っていうところがあって、そこは出版とかやってその上がりの部分を使って、うん、あの政策提言活動をやってるんですよ、うん、でも今出版事業が非常に厳しいので、うん、創設者は松下幸之助さんですよね、はい、じゃあ27、はい、これですね、最後の第5章のところなんですけれども、うん、ここでは歳入公債発行に関する取り組みと課題ということを論じています、うん、先ほど申し上げたように、第2次橋本内閣の時にですね、うん、1997年なんですけれども消費税増税が行われて、それが景気に与えた影響は非常に限定的であったんだけれども、他の要因によってですね景気全体が非常に悪化し、あの税収全体が伸び悩んだという現実があります。それから2014年の時のですね消費税増税は消費を押し下げる効果があったんだけれども、当時ですねいろいろな財政出動をやったり金融緩和なんかの影響があって、まあ、消費税は上がらなかったかもしれないけれども所得税とか法人税の伸びがあって税収全体は増加したっていうことがあるんですよ。だから税金っていうのも一つの、例えば消費税だの消費税だけ見て考えるんじゃなくて、全体の税収はどれだけ伸びるかっていうことを考えながら、しかもこの場合には財政主導して国の借金を使って景気に刺激を与えてですから、それが本当にいいのかどうかっていう問題も含めてですよね。そうですよ、だってね、あの潰れそうな会社に金出して でそれで仕事させて、そこから法人税取ってるようなもん で法人税が増えたって言ってるようなもんなんでしょ、言ってるもんなんで、それって本当に増えたのかなっていうふうに言えるわけですよね。
そういうことですね。それから3番目の論点としてはですね、財政赤字を埋め合わせるために消費税増税が行われ、その悪影響を抑制するために、まあ、今の言ってることと一緒なんですけどね、財政出動によって歳出が肥大化し、それを公債発行ならあおよびさらなる増税で補填するという、まあ、いつまでたっても終わらないようなことが起こるわけですね。これ言えばいいのにね。だから要するに財政出動します、それで今はあの皆さん経済良くなるように見えると思います。ただそのいつまでの財政出動続けられないから言ってもいいと思うんですよね。頑張りましょうねって言えばいいよね。いや私も言うと思うんだけれども、先ほど言ったようにやっぱりある意味で少なくとも財政に関してはやっぱりかなり政治の方が、あの神経質になってる、でも本当なのかなって私は思うんですよね。あの増税の件だってもっと国会で議論するところじゃなくて、総理とかが国民に語りかけたっていいと思うんですよね。それ国会 と、 あと記者会見しかないじゃないですか、あとアメリカみたいにそのテレビ演説あってもいいですよね。だからそういうことも含めてですね、いろいろもっと民意に働きかける作業っていうのをやってもいいんじゃないかなと思うんですが、なんとなくそういうのを避けて、あのみんな国民は増税をすると支持しなくなるっていう、なんかなんていうんですかね、こう悪夢にとらわれてるから。だからあれでしょ、でも国民ってそんなに分かんないかなと思うんですよね。だって結局はだって返ってくるんですよ、借金だってなんだって、自分たちに、ね、自分たちに、そうそうそう、はい行きましょう。して行政サービスなんかも少なくなるかもしれないし、年金が少なくなるかもしれないっていう状況なんだから、もっと真面目に考えれば、納得してもおかしくないと思うんですが、違うんですよね。まあいや、はい。それからですね、4番目なんですが、あのまさにですね、これも先ほど出たあのですね、視聴者の方のコメントとも連動する話なんですが、日銀がですね、国債の最大の保有機関となっていて、財政法上禁じられている財政ファイナンスが事実上行われているというふうに言う人もいるんですよ。まあ、これは違うという人もいるんですが、そういう意見もあります。それから5番目が、長期債務残高が増加してもですね、利払い費が今あんまり増加しないんですね。その理由っていうのは要するにですね、超金融緩和状態が続いている、要するに金利が低いということと、あと償還期間非常に何十年の世界なので、少しずつしか返す必要はないので、あんまりその国債なんかの利払いに対する金額が増えていかないんですよ、少なくとも今金利低いので。そういう現状があるんで、ジャブジャブ国債発行してそれを現金に返してっていうことが可能になっちゃうんですよね。はい。それから最後が、日銀による国債買い入れについては、日銀の体力的側面からも市場的側面からも、まあ、そろそろ限界に来てるんではないかなということであります。しかも万が一金利が上昇しだすと、急にですね、利払い費が急激に増えるので、そうすると返せないという状況が起こる可能性があるということを理解しなくちゃいけないのかなと思います。それでですね、いくつかの図とか表を見ていただきたいんですが、まず28ページ目のところを見ていただきたい。これは先ほど言ったようにですね、ですね、税金がどのぐらいこう増えたり減ったりしているかということを、所得税と法人税と消費税と、あと全体としてのですね、一般会計による税収入ということで見ています。ただこれも先ほども言ったように、実は国債を発行して、それを財政出動に使ってっていう部分も実は織り込んで考えていかないと、単に税収が増えているというふうになかなか見ることができないんですよ。本当はその点も踏まえてフラットにもう一回見ないといけないんですよね。だからそういう意味では非常に複雑なんですよね。それと税収に関しては1個だけが増えたり減ったりするだけを見るんではなくて、税収全体のあれが増加するかどうかっていうのが非常に重要なポイントだというふうに言えると思います。だからその次のページ、はい、29ページ目のところに行っていただきたいんですが、これはですね、歳出に対する公債発行の割合であったり、日本銀行の国債保有率っていうものがどのぐらいかっていうことが出てるんですけども、特に右側の方のですね、日本銀行による国債保有っていうのは急激に増えてるっていうのは図を見ても分かると思うんですよね。して
3割強ぐらいですかね、うん、あの国債等の保有率の比率は日銀がトップで3割以上を持っているというのが今の現実であります、うんうん、はい、して、うん、次のページ30ページのところですが、これはですね先ほど申し上げたように、うんうん、あの公債残高と利払いの問題を示しているんですが、先ほど今言ったように低金利なので利払いの金額がそんなに増えてないということが、あの平成5年あ違う違う千あ違う、2005年からですね2016年ぐらいまで見ていただくとあんまり増えてないですよね、この図が。ところがまあこれから今後ですね、まあ万が一こうインフレ状態になっていってだんだん金利が上がっていくと急激にですね、その利払い費が増えていく可能性があるということで、ここで言えば17年以降なんですが急激に上がってきますよね、利払いのの可能性があると言われているんですよね。まあこれは分かりません今の点では。はい、でこういうものを踏まえてですね、あのもう一度またあの長久さんの方からですね、あのちょっとお話を聞きたいんですが、うん、どうしようかな、ここまでですかね、まあ、8番まで聞いちゃっていいんじゃないですか。いいですか、じゃあ8番、はい、そうです、あそうか、8番と9番だから、そうそう、まあそうですね、6から7 9までいきますか、9までいきますかね、はい、いきましょう、はい、教訓とするとですね、いろんな改革をしてきましたけども、我々その改革の成果っていうものをちゃんとチェックしてきましたかっていうことですよね。チェックしてきてないんだろうと思うんですよ。ああこれやろうやろう、あれやろうやろうって言って改革だ改革出して、あいざ改革しましたと、改革したけどもそれってその思ったような効果って上がってますかっていうことをやってきましたかって、ほぼやってきてなくて、でですからそれをその改革の反省に基づいた次の改革ですとか政策とかっていうのはなかなか出てこない、全然学んでこなかったっていうようなことがあるのかなということですよね。ですからあの我々は今回この不十分な点もたくさんあるんですけども、このまあ評価ですよね、あの今までやってきたものを改めて評価することによって次のステップを考える、その教訓にしましょうというようなことをこう我々としては提示したというイメージがありますけど、次にはその我々自身のそのビジョンというかですね、モデルをこうまあちょっと机の上では議論していきながら、それをその実験としてですね、どっかの自治体の方々とかにこう賛同いただいたところにとですね、一緒にこう試してみるっていうようなことはやってみたいなと思いますし、自治体に限らずですね、民間の活動をされているさまざまな方々いらっしゃいますけども、その人たちと一緒にもうやってしまいところまでいけたらいいなっていう感じはありますね。はい、で道州制というのは国からお金が地方に降ってくるっていうのではなくて、その国、まあ、道州の部分がですね、自分たちのお金で、自分たちのそのサービスは賄っていくというような、基本的にはそういう姿なんですね。でこれあの県を合併させるって話ではなくて、国を分けちゃうという、そういう意味で、道州制というのを彼は言ってるんですけども、そうすると自分 の払っているお金がどのように使われているかって見えるようになってくると、近い方が見えるわけですよね。そうするとお金は大事に使う、効率的に使うということになるというようなことで提案しましたし、前の自民党政権ですよね、そのあたりから道州制ビジョン懇談会というのができてですね、そんな議論がされたんですけれども、その後民主党政権になってからこううやむやになってしまって、今安倍政権の中でも道州制みたいな話は全然なくなってしまってですね、お金の回り方っていうか財政の部分をこう分けたとしても、これは一つの国でですね、あのきっちりとその安全保障ですとか通貨のところのあたりではきっちりと単一でやろうという話ですし、まあ連邦国家ですらないわけで、そのお金の使い方の生産性を高めようという意味での道州制だったんですよね。そのあたり勘違いがあるんだろうなというふうにも思いますし、日本の例えば江戸時代まで遡ってしまえば道州制みたいなもんですよねと、ですからあまりそのあたり気にする必要はないだろうというふうには思うんですけども、ですけどその国からお金が来て、
それを自由に使わせてくれっていうのはそうした文献のイメージができて、その中でそうした自分のお金を自分たちの責任で回して、それでその自分たちの経営を成り立たせていくっていうのはある意味厳しいから、そうした考えに基づくモデルというのはちょっと、やっぱり実現不可能なのかなっていうような感じを今持ってますね。発想の、どういうような発想でいったらいいのかっていうのは、多分例えば企業なんかは経理ですとかさまざまな業務をですねクラウドでやってますよね。それを例えば自治体でもクラウドで共有化していくような、そうしたやり方ってできるだろうし、機能をですね自治体同士で近い近接している自治体をその何て言うんですかね、機能を分化させるような、そんなやり方ができるかもしれないし、まだその発想的には要は1ユニットで全部持つ必要はないんで、まあ、実際その広域連合とかなんかやってますけども、もっともっとその機能を分化させたようなそんな地域づくりというのはできるかもしれないし、で私自身はその昔民主党の時に流行った事業仕分けですとか、今も自民党でやってる事業レビューとかですね、そうしたものに参加してきてるわけですけども、そうしたのを一個一個細かく見ていくと、やっぱりまだまだその生産性を高められるような事業というのはたくさんあるし、でそれをこうもっと言うと政策レベルで議論していったら、もっときれいにその効率的なことってできるはずですよねということで、それとその地方でその役割分担をこうやっていくっていう、その仕事の仕分けがうまくできていったらですね、もっともっとその生産的な税金のかからないというか効率的なものができていくような気がしますし、あとはずっとこういう仕事に携わってきて思っていることの一つの中では、もう政府頼る必要ないじゃないっていうかですね、自分たちでやってしまおうっていうような、まあ NPO の活動もそうですし CSR とか CSV って言われているような活動、そうした展開でもう自分たちが一番これがやりやすいなっていうことをもうやってしまっていこうと、そういうことによって新たな展開ができていくんじゃないかなというような期待もしています。鈴木さんからいろいろね、はい、皆さんの面白い意見が来てるから紹介しますが、高級官僚たちが土下座して国の経営に失敗したので申し訳ありませんがお願いしますってやれば増税しても許されるかもそれから改革の結果をうやむやにするための新たな改革、これ面白いよね。でもだからまあそれはね、先ほど長谷さんが言ったことと一緒なんですけど、日本って本当にねレビューやんないんですよ。改革は好きなんですよ、新しいことは好きなんです。でも新しいことをやった評価をやって次につなげるっていう作業っていうのはやんない国なんですよ、この国。それってあれですかね、やっぱり天災が多い国だからですかね、地震とか台風とかチャラになるじゃないですか。なるほど、なるほど、なるほどね。そうなのかな。あとこれもなんか改革できたらシンクタンクも失業、あと自治体レベルで試すのってのはありだなとか、ですねこれかな、これ失敗したら他の地域よりも生活レベルが下がるのを受け入れる覚悟もいるんだろうかとか、まあ全部うまくいくわけじゃないですからね、逆に言うとあるでしょうね。レビュー見てると政策の半分はいらないと思っちゃうはい、どうぞ。ただでもね、ああいうレビューなんかはあって、一つ一つのプロジェクトっていうか事業を見ていくので、本当はそれだけでいい、それはそれで必要なんだけど、それだけでいいかっていうと、クエスチョンなんですよね。して他の省庁で似たようなことやってたりいろいろするんで、そういうのも何とか本来であればね、そういう省庁の縦割りを超えてもっとスクラップ&ビルドなり組み合わせてできるはずなんだけど、全くできるようになってないわけですよね、この国は。そうね。何ですかその。冷ややかな目は。いや僕ね、前その政治の取材をしていて、ある党が選挙でボロ負けしたんですよ、はい、でそれでその大会があったんですけど、要するにもういきなりもう少なくなってるんで、うん、そうですよね、それで通った人がみんな真っ黒に焼けてて、その党の執行部はこの選挙を総括してくれっていうわけですよ、終わろうとしてる時にね、誰か手を挙げて、そのなんかほら振り返って誰も総括統括しない総括しないっていうのが、この国って鈴木さんが言うけど、俺はそれを今思い出したんですよね。国ってそうなんですよね、本当に不思議っていうか、でもそんなにでも
ねえ、なんていうかな、政策ってなかなか、まあ、政策実験という言葉もあるんで、うん、この頃地域限定とか事業限定でいろいろやる、でその成果を見ながら、うん、全体の政策にしようっていうことも起きてきてるんですが、基本的には実験できないじゃないですか、うん、ってことはうまくいかない可能性だってあるわけですよ、うん、でもその時にこそうまくいったものとかうまくいかない部分とかをちゃんと確認しておくと、うん、多分次の政策を作る時の確率は高くなるし、うん、失敗の確率は減ると思うんだけれども、うん、そういうことをやらないんですよね、うん、して、まあ、財政的な余裕が非常にあった時には、うん、まあ、それでもいいと思うんですよ、失敗したら失敗したでも、うん、でも今余裕がなくなってるので、うん、できるだけうまく、うんうん、政策が回る確率を上げていかなくちゃいけないわけですよ、うんうん、そういう中ではまさに検証とか、うん、場合によっては事前のね、うん、調査なんかも含めて、うん、今まで以上にある程度の、うん、その資源と人力と時間をかけてやるべき時に来てるんじゃないかなと思うんですけどね、うん、そうですよね、なんか冷たいです。いや、じゃあ冷たくない。いや、だからね、この間なんかある教育セミナーの、はい、を見たんですけどね、はい、そのね、この科学的実証実験をしなさいってその人が訴えていて、はいはい、それでなんかいろいろその外国だとその科学的根拠や方法に基づいた教育に対するやりますよ、やりますよ、評価やりますよ、うん、政策評価とか全部ものすごくお金かけていますよ、うん、でそれを日本はやれないから、やってないんですよ、うん、ダメだねってその人言ってます。だから、いや、世論調査なんかも5年に1回とか、なんか役に立つのかなって、この年になった、この時代の変化の中とかね、とか、あと項目的にその取り方が今、社会のニーズに合ってなかったり、あと、特定の省庁がやっちゃって、それが公開されてない問題とか、いろいろあるんですよ。うんうん、そう、これもいいよね、失敗をそれとして、冷静に議論できるといいな。そうです、うん、そうなんですよ。単にその政権を責めるとかじゃなくてね、うん、そうなんですよね。はい、行きましょう。はい、まあ、今長久さんから基本的に全体のですね、教訓とか提言とかですね、今後どうしていくかとかっていうお話がされたんですが、もう一度ですね、この報告書全体のですね結論に触れたいと思うので、レジュメの31ページ目のところ行きたいんですけれども、まあ大きく分けると2つあるかなと思ってるんですけれども、まあいろいろなですね、このバブル以降の政治行財政改革っていうのは一定の効果はあるとはいえ、こう日本全体のですね経営というのは必ずしも、まあいい方向に行ってるわけではなくて、予断も許さない状況にあるということと、あと今までの、まあそれは国という仕組みのを中心にしたですね予算編成だったり運営ということも含めてなんですけども、既存の方法では限界があるのかなということが言えるんじゃないかなと。してそのための先ほども出てきた情報公開の問題だったりですね、うん、データのアクセシビリティの問題等々ももうちょっと考えなければいけないのかなというのがまず一つ目ですね。で二つ目は、そういう意味ではですね、非常にその厳しい状況というのが相変わらずあるんだと思うんですが、して世論調査なんかを見ても分かるように、国民はそれなりに財政再建なんかに関心も実はある一方で、まあ、増税をしようとすると反対を言ったりですね、あと政党なんかも選挙の時にはですね公約として財政再建を掲げながらも実際やらないというようななんか中途半端な状態があるんですが、まさにですね、株主である日本国という経営において、株主である国民もまた経営者である政治もですね、今の日本の現状を、まあ、この報告書に書かれているようなことが全てではない、もっといろいろあるような気がするんですが、何かをこう土台にして、この報告書に書かれているようなことを土台にしながらですね、きちんと現状を直視してですね、まあ、これからの先ほど申し上げたように今までのやり方では限界があるということも含めてですけれども、新しい社会の中で日本という国をですね、どういうような方向性に持っていくかっていう経営の全体としてのビジョンというか方向性みたいなものをですね、考えていったり、また政治の方も提示していったり
ていくようなことが必要なのではないかなというふうに思うというのが、まあ、この報告書の大体 の、 あの結論であります。そしてそれに対してですね、ちょっとだけこれは私の個人的な見解なんですが、いくつか付け加えたいと思って、次のページの32ページのところに行っていきたいんですけども、まあ基本的にはですね、まあこれあのこの報告書っていうのは財政再建だけを言ってるわけではなくて、先ほども言った政治改革であったり、あの公民制度改革とかですね、 あと行政改革等々も含まれているので違うんですけれども、まあ、とりあえず例えばですね、あの財政再建だけを見るとですね、その財政再建というのは要は経済成長を図り、まあ、この頃もう日本みたくある程度 の、 あの発達した国はですね、経済成長がないということもある一方で、まあ、違った意味での経済成長も含めてですけれどもあるんじゃないかなとかという部分がまず1点目、それから2つ目は財政再建に向けた増税、税収を全体として増やすという意味での増税ですね、それから今あるそのいろいろな行政活動とか行政サービスの効率化なんかも図ってですね、できるだけ無駄なものを減らして歳出削減をやるというこの3つをこうそうあの並行してですね考えていく中でしか、まあ財政再建というのはないということを考えなくちゃいけないと思うんですよね。でそういうものを考えたときに、その3つの項目についてちょっと考えていきたいんですけれども、まず1点目は、まあ機会があればというかこの報告書の中にも書かれてますけれども、まあ経済成長は多分この20年間ぐらいは非常に低迷しているのが現状であると思うんですよね。そういう意味では経済成長に成功してきてない、あの成長戦略とかいろいろ作られてますが行われてないというのが一つ目かなって、まあその観点からすると若干まあ今までとは違った財政出動だったり、あの金融政策を取っている関係もあると思うんですが、第二次安倍政権ではややまあ経済成長に関しては持ち直している部分もあるというふうに評価できるのかなと思います。それがまず経済成長という一つのわけですね。それから2つ目の財政再建に向けた増税ということで言えばですね、これは先ほども申し上げたようにこのですね30年ぐらい極論すると30年ぐらい見るとですね、あの日本の国のですね税収全体としてはですね60兆円を超えた年っていうのは1990年に1回あるだけなんですよ。それ以降はそれ以外は全部60兆円以下で、最低の時にはですね2009年のこれ要するにリーマンショックの後ですよね、その時は最低で38兆7331億円しかないんです。こういうようにですね、この30年ぐらいを見ると日本の国家の財政っていうのは、税収っていうのは40兆から50兆円に過ぎないんですよ。ところがこの25年間ぐらいのですね、日本の歳出、要するに国の予算の出す方は実は70兆円をずっと超えてるんですよね。で最近は100兆円ですからね。これイーチイヤってことでしょ。ええ、イーチイヤ、そうです。そうするとですね、日本の税収規模からすると、やっぱりちょっとこの国の歳出っておかしいんじゃないかなっていうふうに思えるんですよね。そうですよね。はい。いいですか、なんですか、なんか。暗くなるなと。暗くなる、まあ暗くなっちゃいけないですよ。はい。それでじゃあ次のページに行っていただきたいんですが、じゃあ歳出削減の部分も見ていきたいと思うんですが、はい、社会保障費っていうのは、まあご存知のように、まあ人口動態から考えてですね、少子高齢化の中で、まあある程度の増大はやむない面も多分あるんだと思います。まあ他方でこれも先ほどあの深川さんとの議論で出てきたように、文教とかですね科学振興費っていうのは非常に少ない、ここね歳出削減が図られているのと、あと公共事業もですね、まあ小泉政権の前ぐらいからそうされてきたと思うんですが、かなり抑えられてきているという現実があります。他方で特に安倍政権になってからなんですが、防衛費は防衛関係費はまあ増えてきているという現実があります。ね、状況が状況ですから、ね、まあ、これをどういうふうに考えるかというのは非常に難しい。ただファクトとして言ってるんですが、はい、それからですね、2008年のリーマンショックと2011年のですね東日本大震災の時に国債が非常に増加してます、してまあ、そういう、ね、危機的状況の時にはしょうがないとは思うんですよ。ところが現実にはですね、
そのそういうような非常事態の後もですね、絶えずその国債が増加しているっていう現実が、安倍政権で若干減らそうとしているようですが、そういうようなですね、あの借金を減らそうとするような政権というのは非常に少なくて、橋本政権とか小泉政権と安倍政権の時ぐらいで、それ以外、まあでも実はその政権も含めて、その3つの政権も含めてですね、全体から見るとそういう借金というか国債の発行は増えているという現実があります。してそれにしてもですね、そういう国債が発行してもいい部分ってのはあると思うんですよ。先ほど言ったような、あの非常にこう非常事態であったりね、で基本的にはそういうことをすることによって経済が悪くならないような状況を作れればいいと思うんですが、先ほども申し上げたようにですね、この20年ぐらいを見ると、あの基本的に経済成長っていうのは起きてないに等しいぐらいの状況なわけです。要はこういう国債発行しようが増なんかしようがですね、その効力っていうのが日本の経済を良くする方向にそんなに働いてないと言ってもいいのかなという現実があるんですよね。そうこれね、こう今来たけどね、はい、借金しないと経済成長しないから国が借金してるんだろうって。まあ、そう、その通りなんだ。だからそういう時にじゃあそういう意味での成長って成長なのかなって、うん、思っちゃうんですよね、そうなんですよね。だから、あの深川さんとこの番組始まる前にも話したように、穴を掘って出した土をもう一回埋めれば、確かに公共事業は増えますよね、掘る方と埋める方で、だけどそれって何の、あのプラスにもなってないってことですよね、社会全体から見た時に。そういうことが実は行われてるに近いことがあるのかなっていう気が若干するんですよね。して、まあ、今申し上げたようなことも含め、して長久さんがおっしゃったことも含めてですね、最後に、私のですね方向をお話しし、長久さんの最後にですね、日本の財政についてお聞きして、まあ、とりあえず今日の、番組をお話ししたいと思ってます。よっしゃ仕事終わった、帰ってビール飲むぞっていう楽しみ、ね、いいですね。まあそれはいいことですよ。ちょっと羨ましいですね、やっぱ生きていくことのモチベーションを高めていくことは、ね、大事ですよ。大事して一人一人が元気になるから、ね、いいから早くやる、まあ、じゃあどうしましょうか。じゃあとりあえず長久さんに最後の日本の財政について言いたいことを述べていただいて、その後に、そうですね、私の方でお話をしたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。行きましょう。まあ、あの株主という意味で国民がどう思ってるかっていうのがとても私としては注目してたところなんですね。でそうするとその日本の国民というのは意識が高くて、財政の問題を解決するのは極めて重要な課題であるというようなことを、まあ、8つ質問あるうちの上の方に来るわけですよ。例えばですね。で3割ぐらいの人はみんなそう思ってるんですよ。ですけども具体的にそれで、まあ社会保障がそれで本当は下がるかもしれないんだけれども、それでいいかとなるとそれは嫌だし、じゃあ消費税を上げるかというとそれも嫌なわけですね。ですからすごくこれって相矛盾するように見えるけれども、個人としては当然なんですよね。お金はの問題、経営はきっちりやってもらいたいけれども、我々のメリットというものは少なくしてほしくないと、負担も多くしてほしくないという、これはもうなんか人間としては当然なんですけども、これをこううまくその整合性を取りながら塩梅よくして決定をしていくのがトップの経営者の話ですよね。そのトップの経営者というのは、その選挙制度前だとなかなかそうしたリーダーシップというものを発揮できないような選挙制度だった。まあ、その中選挙区制っていうのがあって、その人たちのまあ言うことをみんな聞いて、その財政がまあ何て言うんですかね、その慢性的にこう膨れ上がるような、そんな仕組み、まあ細かく言うとすごくその難しくなりますけども、そんなようなその選挙制度で、そうしていかないと首相っていうポジションっていうのは安定的には維持できなかった。ところが小選挙区比例代表制になったと。そうするとトップのその権限というのはとても強くなってしまうなります。でそれでさらにその行政の改革で中央省庁が中央省庁がその、まあ、内閣官房ですね、
あのあたりでそのきっちりとその指導力が強くなるような形になって、さらに財政経済諮問会議とか経済財政諮問会議とかですね、そうした首相の直轄のようなところでですね、きっちりとそうした方針みたいなものを決められるようになって、あるいはあと人事権の問題ですとか、そうしたものが官邸が強くなっている、そんなような状況で、こういうことをやろうと思ったら、あの以前よりはリーダーシップを発揮しやすい状況になっていて、いろんなその運営上の経営上の改革をしようと決断をすると、まあもちろんいろんな反発ありますけども、以前よりはしやすい状況になっているんだろうと思うんですよね。ですからその安保法制とかありましたけども、あれも国民の反対も結構あったけれども、それをその首相のリーダーシップというか官邸のリーダーシップでこれを通していくというようなこともできましたし、そういった意味でそのリーダーシップは確立している。だけどこのことを財政のことで言うと、なかなかそのあたりがですね、思い切った決断ができていなくて、まあ財政を借金で賄っていくというようなことで、ここはずっと継続されてきていると、手つかずのアンタッチャブルの状況にあるというようなところはちょっと強調したいところですかね。はい、なるほど、はい、ありがとうございます。まあ今長久さんがおっしゃったことも含めてですが、私のとりあえずのこの、うん、まあ、うん、これちょっと一ついいですか、はい、どうぞ。減税して景気良くして全体税収増って考えはないのかな。まあ、だからそれも一つの考えですよね、うん、でそれで本当にうまく回るかどうかは分からないですよね、うん、だって前から言ってるように、うん、あの税収あじゃない減税しても国民が貯金に回しちゃうんだったら、うんうん、そうなんですよ、ね、経済に回らないっていうなことも起こってたわけじゃないですか、うん、あとね、トップの重要性は増したが、その専任に関われないのはもどかしい。まあそうですね、そのこともね、うん、まあ、要するにあれですよね、首相公先生ですよね、うん、中曽根さんが一生懸命言っていた、うん、まあ、でも日本の場合、こうブレる可能性があるときに、果たして首相公先生がうまくいく、あの首相公先生って世界中でやってもみんなうまくいってないんですよね。だからイスラエルからもやめちゃいましたよね。だからこれも今回のトランプさんを見てて、本当かなんていうか、うまくいったかどうか分かんないですけど、うん、アメリカも直接民主制じゃないわけじゃないですか、うん、大統領選も、はい、実は、はい、選挙人を選んでその選挙人を選ぶことになってて、はいはい、あれはなぜそういう仕組みを、うん、あのファンディングファーザーっていうか、うん、あのアメリカの建国の父たちが決めたかっていうと、うん、要するに有権者は間違った選択をするから、うん、そういうことができないようにするために直接にしてないわけですよ。そうですよね、はい、うん、だから難しいところですよね、そこはね、はい、行きましょう。鈴木さんのまとめ、でそれのこととも関係する話ですが、うん、まあ、今まで の、うん、あの報告書の説明とか長久さんの話を聞いていただいても分かると思うんですけれども、うん、やっぱり今の日本の仕組みっていうのが、うん、この、まあ、政治決定だったり行政だったり財政だったりも含めてですが、まあ、複雑でかつあまりにも多くのですね、うん、方程式と考えなくちゃいけないことが多すぎるわけですよ、うん、とにかくレジュメです。分かりにくくて見えにくくて複雑すぎるんですよ、うんうんうん、でそういうものを、うん、を元にですね、株主である我々国民が判断をし、うん、自分たちの代表を選ばなくちゃいけないという仕組みなんですよね、うん、それって極論しちゃうと民主主義に適してるのかなというふうに思ってて、特に先ほどのデータがきちんとあの提示されてないとか、たとえ提示されていてもそのデータが本当に信用できるのかとか、うん、そのデータの意味が分かりにくかったり入手しにくかったりっていうような現実があるわけですよね、うん、そういう意味でも日本っていうのが果たして本当にこう今まで民主主義的だったのか、それともそういうような今の現状が民主主義的に見た時に適しているのかなっていう疑問がすごくあの浮かんでくるわけですよね。でそれを受けた上でやっぱりこれはまあ長久さんも何度かおっしゃってましたけれども、うん、新しいモデルが必要性があるんじゃないかと、複雑で抽象度が高く、うん、あまりにも成果が見えにくいような、うん、特に1億人ぐらいの人口の国というものの中央集権の政治システムというものが、うん、どうなのかなっていう疑問が浮かぶわけですよね。
特に政治とか政策っていうのは成果がすぐ出ないので、たとえいい政策をやってもですね、国民は不満に思っちゃったりするわけですよ。特に国みたいあれはそもそも政策とか法律を作るのに時間がもう下手すると1年とか2年とか3年とかかかっちゃうの でましてそれができてまた成果が出るって言ったらもう4年5年ぐらいかかるわけですよ。それをまあ冷静にですね、まあ選挙制度とも関係しますけど、下手すると作った人たちがもう選挙で落選しちゃって、ね、責任も取れないような仕組みなわけですよね。してまたそれを見た国民がちゃんとした判断を有権者としてできるかどうかという問題も含めてなんですけども、まさにそういう問題があったり、あと民主主義という民が決める政治システムっていうのは短期的に結果がないとこうなんていうかすぐブレてしまう。そうなんですね、ことが起こってるっていう、こういう何つうんですかね、2つのですね、こうある意味の二律背反した、分かりやすくなくちゃいけないんだけど、分かりやすくして果たしてそんな仕組みっていうのは作れるのかっていうようなこととかですね、あと短期的に結果が出ないと有権者も満足できなかったり選択ができない一方で成果が出ないっていうものがあって、そういうのを考えていくとですね、やっぱりこうなんていうんですか、まあ、国っていう仕組みはなくなるとは思わないんですけど、もうちょっと永下さんも言ってたように目に見えるようなユニットである程度の政策決定なんかもできるような仕組みもあっても分野によって違うと思うんですが、いいのかなっていう気がするんですよ。それが道州制に行くのか、それこそ昔の爆破体制に行くのか知りませんよ。だけどなんかもうちょっと違ったユニットで、今のような市町村県とか市町村のような自治体ではそんな力は全然存在しないですから、基本的には国がメインで中央集権で回してるというのは今の明治以降の日本の仕組みなので、もう一回日本の近代のですね、その政治の仕組みとか政治のガバナンスのあり方を国が発展したがゆえにきちんと考え直すことが重要で、まあ、まさに憲法改正なんかだったら本当はそれももう70年経ってるわけですから、ちゃんと考える必要があるのかなという気がするんですよね。その財政再建っていうか、その予算というかそういう枠組みじゃなくて、その中の一つのこと事象になってしまうんですけど、それを要するにスピード感を持ってやってみよう、その岩盤規制を乗り越えてやってみようっていうのが特区ですよね。まあ元々の考え方はそうなんですけれども、まあ、ちょっと今回の特区議論は違う方向にも議論がいっちゃってる問題があって、これは小さいユニットに能力があればいいけど、だからそれも含めてですね、でもやらせないと能力ってやっぱりできないので、いつまでたってもできないできないって言ってるのが今の中央政府のいわゆるこう言葉的に言うとパターナリズムって言って、親がいつも面倒を見てる限り子供は育たないっていう、だから可愛い子には旅をさせろということも必要なのかなと。なるほどね。地方の町の商店街の看板まで中央が口出すのは不合理。まあそうですよね。だからあと指導とかなんかみんな決まっちゃってるわけですからね、日本の仕組みではね。ね、だって小学校には必ず校庭に鉄棒をつける、まあ、若干この頃なんか北と南で変えていいようになったらしいです。昔は全部一律ですよ。そうですよね。冬に北海道なんかあれ鉄棒なんかあると手が本当に行くないでしょ。なんていうか凍傷かなんかなっちゃって行くないとか、本当そういうのは事実があるのに。なるほどね。とか高さも全部教室って何名とかっていう話だったんですよ、今まではずっと。やっぱおかしいですよね、この国だって北から南から全然、ね、気温が違いますもんね、うん、春の高校野球を見てると昔はやっぱ北海道代表は練習できなかったけど頑張ってます僕たちとかってよく言ってたじゃないですか、言ってましたよね。この子関係なくなってきたら失礼練習場だからそう。あ、面白いよね。なんかだからなんていうかな、この だからあれですよね、これそうだから、まあ今日これを中心にですね議論したんですが、ぜひ皆さん視聴者の方々もですねこの報告書を読んでいただきたいと思いますので、PHP 総研と入力すると出てくるので、そこのところで報告書とか提言のところからダウンロードできますので、富田がさっき URL 貼ったんだよね。それを見ていただいてですね、アクセスしていただいて、ぜひご自分の目で
読んでいただければなと思いますね、うんうんうん、はい、あこれも面白いね、これも面白いな。国とは何を基本に運営するというものが今の政治家や官僚シンクタンクの御用学者にも見えない。そうですね、あどこまで一律でないことを許容できるのだろうか。まあだからね、例えば先ほど子どもの貧困なんかの問題も、あの自治体市町村に移しちゃったがゆえに貧困が生まれてる部分もあるんですよ。そうそう、ね、バランス金が出ちゃって実は。そうそう、ね、だからそこは難しいところなんですよ。本当ですね、うん、面白い。でもね、これからは本当にそういう、なんていうんですかね、自治体が工夫することによって、うん、あの住民は移動することが起こりうると思いますよ。だから今の移住の問題なんかもそうだと思うんですけど、してね、ICT なんか発達してきたから、うん、いろんなところで仕事ができる可能性ができちゃったので、うん、必ずしも まだ東京の優位性があるかもしれませんけども、うん、東京にいなくても、うん、やれるような仕事も生まれ始めてるわけですよ、うん、でそうするともっと市町村とか自治体の違いによって、うん、その住民が選ぶようなことも起きるかな、うん、でも他方、まあ、日本の国の中で移動しても日本国全体の人口が増えるわけでも何でもないので、うん、そのことも踏まえてね、この国本当にどうしたらいいかとか、人口が減っていく中で考えていかなくちゃいけないんだと思うんですよね。そうですよね、はあ、面白い。それと、今日の話の冒頭で出た、はい、あの高知県のね、ああ大川村、大川村っていうようなように、うん、ああいうようなね、うん、まあ、人口が減っていく中で、うん、今までの議会を開くようなことができなくなる可能性が生まれてきているようなことも起こってきてるわけですよ、うん、それと例えば東京の今のこれからの都議選とかあるわけですけど、うん、あれって同じくどう考えてもありえないですよね、うん、でもそれを今までは同じくやってきたというのは日本なわけですよ。そうそうそう、だからあれですよね、だからほら地域の地域のなんか不均衡というか格差というか、そういうのをなんか明治以降なくそうとしてたというのが分かるんですけど、ここまでそのなんかいろいろ技術が発達すればその次の段階があってもいいような気もしますよね。と思いますけどね、もちろんそれとか不均衡が生じた時のサポートをね、うん、国がするとか、うん、そういうことはすべきだとは思うんですよ、うん、ある程度の最低限が守れるように、うんうん、ただもうちょっと我々有権者なり国民なり市民も、うんうん、当事者意識を持てる、うんうん、株主意識を持てるような、うん、こうユニットがあってもいいのかなと、うん、なるほどね、あこれね面白い、あ、ね、これも面白いな、あ、ね、4つ読ませていただきますね。子供を今どう育成するかということをおろそかにして、うん、今日本は滅びかかっている、もう手遅れだと思っているけど何もしないよりマシだからやるべきことを少しでもやるしかない、一時的な痛みを許容できないと地方で個性的な施策は厳しいだろうな。あとね、さっき俺格差って言ったんだけど、格差と見るか特色と見るかですよね。まあだから今の今深川さんが読んだいくつかの言葉はなんか叫び声のように聞こえますね。ね、これなんかこれ途中から暗くなってきちゃって俺気持ちが。いやダメですよ。いやこれはなんか根源的な問題だから。まあまあそうです。いや だからこそね、うん、一見するとなんか分かりにくいし、こう地味というか姉なんだけれども、ぜひ読んでですね、ここに書かれている問題に真正面からですね、あの皆さん視聴者一人一人が考えていただきたいなというふうに思うんですよね。だから鈴木さんがお話しいただいたあのデータとかグラフとかこんな感じで全部もっと書いてありますから、出てますから、はい、あのこんな本出てますので、はい、皆さんこれちょっと参考にしていろいろ考えてみてくださいね、あの先ほどもうすでに読みアクセスしますって言ってくださってる方もいらっしゃるので、ぜひよろしくお願いします。でちなみに今日ね、はい、最長不倒2時間半あそうですね経典2時間経典宮里愛ちゃんも引退しあダウンロードしましたが充実の内容ですねってもう読んでくださって ありがとうございます。ちなみに皆さん一番最後のページに鈴木さんの名前出てますから、ここにあとぜひ皆さんあの皆さん Facebook とか Twitter とかやっていただいたら拡散していただけると幸いです。そうですよね、ええ、これちょっとみんなに読んでもらって、あとまあ本当のこと言うとね、国会議員一人一人全員に読んでいただきたいですよね、うん、面白かったので長くは感じなかった、本当ありがとうございます
時間半だよ。長いですよね。いやー、この番組本当に疲れるんですよね。終わった後こう2人とも準備も結構かかるし。そうだよね。だって2時間半話し出す続けるって大変なんですよ。結構、まあ、もちろん長久さんのインタビューとかそういうのもありましたけど、でも基本的にあのテレビの情報番組のような、そうですよね、あのあれはできないですよ。ですよね、うん、あれは楽ですよ。うん、そうですよ、ね、しかも何度も言ってますから、あれはテレビ局は情報を多分きちんと集めてくれますから。そう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 、そうなんですよ。こっちはあの私自分でやってます。鈴木さんがやってくれてます。僕は何もしないです。でまた皆さんのほらご意見が、あ、そうですね、うん、ちゃんとしたね、うん、コメントもらえるから、面白い、本当面白い。なんかね、こういう僕らも勉強になりますもんね。知らなかったことを教えてもらったりね。先生はいつもノリノリなご様子ですけどってそうですか、疲れてるんですよ。ほらもうノリ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 。じゃあ鈴木さん、終わってもよろしいでしょうか。すいません、終わりましょうか。皆さんありがとうございました。いやいや本当に、ですね、次回は、6月13日。あ、僕ですか。なんと鈴木さんまた次回は6月13日、鈴木さん。ノリノリで。じゃあテーマは決めてます？まだ決めてないですよね。 VR でもやろうかな。あ、 VR ね。そうすると取材ができるのは一人いるんだけど、知ってる人。ああ、なるほど。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも鈴木さん、ありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。